ぎやぎの矢作です。あ、どうもこんばんは、うやぎおぎです。どうも、はい、そうですか、今日ギャグは やりませんか。切り替えましたもう。はい、先週で終わりですか。終わりです。あ、切り替えていただきます。終わりです。ついに。はい、そうです。ちょっと結構長くやってたもんね。まあね、あんまやるのもいけないことでしょ、そういうのって。まあまあまあ、まあ、ほどほどにしといた方がいいんです。今日スペシャルウィークですから、ね、はい、うん、なんと言いましても、はい、待ちに待ってたスペシャルウィーク、うん、まあ僕はなんで待ちに待ってたかと言いますと、はい、やっぱりまあ今日山崎がね、来るわけです、はい、山ちゃんこと山崎が、なんで待ちに待ってたかと言いますと、はい、やっぱあの恐ろしい山崎っていうのをね、うん、やっとこういった世間に知らすことができるんだと。山崎って言ったらやっぱテレビだとさ、全員の後輩キャラ、まあね、はいはいはい、下から行く感じですよね。下からのね、うん、やっぱアザースの山崎ですよね、はいはい、うん、すいませんっていう、まあ、可愛い後輩ですよ。経営者の山崎が、うん、そのやっぱ人力車内と言いますか、はい、の中でやっぱり悪魔な部分がありますから、それをね、多分ね、電波を通じてやるのは初めてじゃないかと。多分もう皆さん知らないことでしょう。知らないと思うんですよ。はっきりそういうのは見えないですね。あの恐ろしい追い詰めですか、はい、追い込み、うん、山崎の追い込みって普通見えないと思うんですよ、はい、だからそれを今日ね、やってもらえるとなると、やっとこの世間にやっと教えられるってのは嬉しいね、これね。嬉しいんですよ。僕はね、つい最近被害に遭ってますから、ね、はい、おお、あるんですか。俺被害一回もないからね、ちょっと俺なんか被害に遭いまくりだから。あ、そう、まず何かあったのそれ。あれはね、うん、今週のね、はいはい、水曜日の夜ですかね。水曜日、おとといですね、おとといの夜ですね、うん、おとといの夜、僕ね、はい、怒り親父、うん、はいはい、がありまして、はいはい、怒り親父の後にですね、うん、ちょっと怒り親父が100回記念ということで、はい、まあちょっとした打ち上げがあったわけですね。おお、はいはい、はいはい、うん、それでちょっと飲んで、はい、ほんでまあ11時か12時ぐらいのお開きになって、うん、でまあ僕タクシーでですね、はい、家に帰る途中に、うん、山崎からの着信があったんですよ。おお、2回ほど、はいはい、で僕じゃ飲んでて気づかなかったから、うん、まあ、あいつ着信があってかけないと超うるせえから、はいはい、もう日すごいんだよ。それだけで15分ぐらい説教されるから。だから、それだけで、そう、ちょっとやっぱ俺も怖いから、はい、一応電話だけしてみたわけ、はい、そしたら、うん、待ってましたみたいな感じになっちゃって、はい、待ってました、はい、ポイント待ってたね、ちょっと遅いけどね、うん、みたいな、ちょっとかけてくるの遅いけども、はい、うん、何してんのって言ったから、いや今今日飲んでて、うん、もう今帰るところだと、うん、タクシーに乗って、あ、本当に、え、どの辺今、うん、ちなみにどこで飲んでたの、うん、いや赤坂なんだけど、うん、あ、そう、行っちゃう、打ちっぱなし行っちゃうみたいな話になって、そうそう、なっちゃって、はいはいはい、俺も酔っ払ってるし、うん、はい、ね、まだ風邪気味だし、俺も風邪気味だから、そうそう、ずっとね、鼻声だったの、そうそう、だからちょっと今日いいわって、うん、うん、だからいいわとかじゃなくて、今どの辺なんですかみたいなこと言うから、うん、いや、まあ赤坂ちょっと行ったとこだよ、ずっと俺赤坂だって嘘ついてた、うん、何分経っても何分経っても、なるほどね、なるほど、ずっと赤坂にいるわけねえだろみたいな感じになって、はいはい、で、まあ、じゃあ今、西麻布ぐらいだろ、なんつって、うん、あ、そう、まあ分かったわ、なんつって、うん、珍しく諦めてる。おお、逃れられてるわけじゃん。そうなの、10分ぐらい寝回って、うん、俺は西麻布過ぎて、もうそうね、白金ぐらいまで、はい、でもう切ったわけね。今までだってよくそういう被害あったの、矢作って全部逃れた、逃れたことないでしょ。風がでかかったと思ったんね。そこ気使ってくれてる可能性があるわけね。そうそうそう、うん、よかったと思って、はいはい、家の前着いたら、まさか山崎の車が止まってる。あ、怖い、怖いわ、怖くてさ、怖いわ、それ何、怖くてさ、うん、いや怖い、だから通りで今どれにいるかって聞いてたんだよ、うん、どれぐらいじゃ待つか自分で思ったんでしょ。家の前、家の前止まってんの、車がやべえと思って、うん、俺ちょっと通り過ぎて、うん、タクシーで、それでしらーっと降りて、しらーっと降りて、うん、家のそのマンションの、はいはい、あの自動ドアを、うん、パッて一生懸命鍵をこう開けてさ、うん、オートロックになってる鍵をガチャってやると、はいはい、エスカレーター、自動ドアが開くわけ、ね、そう、うん、ガチャってやって入って、急いで行こうと思ったら、ザーッと走ってきて、このエレベーターの自動ドアが閉まる瞬間足入れたんだぞ。おぉ、足入れてもう、なんか捕まっちゃって。そこからもう、首根っこ掴まれて、ね、逃げれると思ったのって言われて、ね、うん、逃げれると思ったのって言われて、怖いな、思ってないよね、ね、逃げれると思ってたのって言われて、うん、それで結局そのまま、俺車に乗せられて、火災、うん、打ちっぱなしまで。打ちっぱなし行ったんだ。いや、連れてかれてんだよ。あらー、うん、最終的にやっぱ行くんだ、そういうところ。風邪ひいてるから、ほんと1時間だよと、ね。うん、
はいはい。うん。うん、風邪ひいてるから1時間だよって言ったわけ。うん。ならいいよ、もう1時間で。ほんとちょっとやりたいだけだからと。うん。風邪ひいてるしね。はい。って言って。でもさ、結局ほら、山崎の車で行ってるから、俺の、うん、一度では帰れないわけ。ああ、そうやね。向こうに送ってもらわなきゃいけないわけだからね。そうでしょ。うん。1時間だよって言ったのに3時間ね。3時間。すごいね。そう。でも俺風邪悪化してきちゃってさ。うん。俺だって寒いじゃん。はい。T シャツで、ゴルフの格好もしないから、うん、T シャツ打ちっぱなしして、うん、それでもう、あれよ、帰るときに山崎がその、24時間やってるね、うん、はい、薬局が麻布十番にあるから、おーおーはいはい、そこによってね、そこにすごい、薬剤師がいると。一発で治してくれる薬剤師がいるっつって。24時間やってんの ?24 時間やってんの。ほんで症状言えば全部ね、調合してくれるの。ああ、その場でね。そう。そしたら確かにそういう、小児用のさ、はい、そういう飲むやつ、ね、シロップみたいなのと、あとなんかいろんなのこと混ぜてくれるわけ。あ、そのこれを一発飲んで寝ればもう終わりだっつって。うん。すっごいんだよ。なんかマイケル・ムーアみたいな顔してる人が出てきて、はい、言ってくれるの。説得力ありそうだね。うん。で、山崎はそこにこう連れてきたかったから呼び出したらしいんだけど。ずるいなぁ、なんかそういういい人っぽいくなってんだ、最終的には。逃げたのがいけないんだろうね、まずね。いや、ああいうの。だけど家の前で待ってるってあり得る。怖い。怖いだろ。ザ・ファンのロバート・デ・ニーロみたいな。なんかあいつ、アメ車だしなんか。ザ・ファンのな。ザ・ファンの。ロバート・デ・ニーロな。そう。怖かったもんな。あれ、ほんともう、デ・ニーロっぽいじゃん、山崎。顔似てんじゃん、デ・ニーロ。顔似て怖い、ニヤッとするとこ、怖いじゃん。すんだよ。あれは怖いわ、怖い。超怖い。今だって話聞いてそればっか出てきたもん、俺。そうですよ。デ・ニーロ。ザ・ファンの。あいつ恐ろしいよ。怖いよ。山崎が来るから、今日。うん。だから俺ね。はい。今日はね、うん、まあほら、今日はその時みたいな、離れ技はできないよ。家の前で待ち伏せとか。まあね。でもあれは、どうせ家の前で待ち伏せするつもりだったから、うん、そこを諦めたわけじゃん。そうだね。今日それできないから、うん、はいはいはい、多分ずーっと行くから、しつこく。もうじゃあもう結構。俺今日ほぼ呼べんじゃないか。呼べるんだ。思ってるよ。うん。ああ、俺楽しみだな。まあね。初めてだからさ。そうですね。ということでね。はい、うん、まあ今日は、ちょっと、詳しく言いますとね。はい。山崎、アンタッチブル山崎がですね、これ何ですか、はい、何人たりとも逃れることのできない、山崎の、まあ、勧誘ですか勧誘か、ね、遊ぼうよ電話ですか、はい、あれの電話を生放送でお送りします。うん、題して、山ちゃんのテレフォンチャレンジということで、果たしてじゃあ何人の芸人が、山崎のテレフォンチャレンジによってですね、山崎の勧誘に負けて、このスタジオにやってくるのかと、はい、いうことですね。というわけで、あいつを呼んでくれというメールが多く来てるんですね。うん、あ、来てるんですね。来てるんですね。ちょっとどうなんですか、はい、読んでみましょうか。ラジオネーム、てっちゅう。はい。小木さん、八木さん、山崎さん、こんばんは。こんばんは。今日の電話企画ですが、うん、ぜひ、カンニングの竹山さんを呼んでください。先輩なのに山崎さんに説教されちゃうという竹山さんが、山崎さんの誘いをどう断るのか見たいですと。ははははは。これ俺、その二人の関係あんまよくわかってないんだけど、これどうなの、実際は。これはね、面白い構図が見れるんです。もし、竹山さん来るでしょ、うん、はい。竹山さん来た場合は、うん、まあ、常に竹山さんに説教ですよね。基本的には。説教ってよくわかんないけど、基本的にはダメ出し、ダメ出しですよ。はい。ね、うん、ダメ出し。もしそこに、東京03の、かくちゃんと飯塚さんがいた場合、はい、うん、まだ新たなキャラクターが見れるんですが、はい、うん、そこにもし、かくちゃんと飯塚さんがいた場合、うん、その二人は完全に山崎の腰銀ちゃんになります。あー、見える見える、それ、そうだそうだみたいになる。言うね、二人ね。そうです、はいはいはい。さあ、そしてラジオネーム、神、うん、主の単語。はい、お三方こんばんは。こんばんは。今日は待ちに待ったスペシャルウィークですね。うん、山ちゃんのしつこい電話楽しみにしています。そこでぜひ日村さんを呼んでください。うん、日村さんならおそらく断りきれないと思います。うん、日村さんを呼んで上戸彩ちゃんの話を聞いてください。あ、暴れん坊ママで共演していると。そうなんだ。あ、まあね、ちょっといろんな呼んでほしいって、はい、だからそういうメールもね、うん、募集します、はい。ですから今週リスナーに募集したいメールは、うん、山崎に関するメール何でもいいですよ。うん、山崎に質問。はい。何でも。あと今日こういうの呼んでほしいとか。だって山崎昨日2時間やってますよね。今さらこの質問の何感想だから、そんなのに。山崎に質問だから、新たにこう、なんていうんですか、新鮮な気持ちで。いいのをやってんのに、新鮮な気持ちで、やりましょうよ。
よ。わかりました。ということで、ファックス番号、はい、東京0355629540、うん、メールアドレスはメガネアットマーク tbs.co.jp までどんどん送ってください。さあ、それでは早速、もうね、今日は早めに呼んじゃいましょうか。そうですね、これはね。はい、それでは CM の後は、アンタッチブル山崎が登場です。お楽しみに。おぎやはぎのメガネビーキ、今夜のゲストはアンタッチャブル山崎。電話ばっかりしやがって山崎、こらこら山崎、こら山崎。ズンタッタズンタッタスラスラスッタのズンタッタだ。これあれガリチュこっちからいいの普通にやって。何言ってんの。ちょっと何よ。草木も眠る牛蜜時。夜の静寂を引き裂くまがまがしい着信。その電話から聞こえる悪魔の誘いからは何人たりとも逃げることはできない。お前も電話してやろうか。お前も電話してやろうか。今宵鳴り響く悪魔の着信に恐怖するがよい。山ちゃんのテレフォンチャレンジ。イエーイ。というわけで始まりましたメガネビーキスペシャル特別企画、山ちゃんのテレフォンチャレンジ。イエーイ。それでは今夜の主役、俺たちの事務所の先輩を紹介するぜ。こいつだ。おー、山ちゃんでーす。イエーイ。イエーイ。いやいや、山ちゃん、山ちゃん、イエーイ。山ちゃん、イエーイ。山ちゃん、何よ、そのグズグズの感じ。山ちゃん、いいよ、山ちゃん、いいよ。いいよ。ひどくない？いや悪いね、本当に。オープニングではなんか俺は悪魔のようなことを言ってて。いや、だって俺、俺のなんかコーナーになったら、これいいの？これいいの？みたいな、あの、変な声だったみたいな。嫌なんだろうね。嫌なんだ、俺、初めて言ったら。俺、びっくりした、俺。勘弁してよ。なんか俺、あれから音楽から入ると思ってたから、俺、勘違いしてた。いや、知らないよ。あ、そうか、勘違いなんだってならないでしょ、俺。ごめんね、なんて、逆に。それでちょっと頼むんだけど。いや、お願いしますよ。頼むね。いや、いいね。今日さ、ね、いやでもちょっと言い方が悪いよ、二人は本当に。何が悪いんですかね。え？誘い方がうまいっていうだけでしょ、それのだけのことじゃない。いや、誘い方うまいよね。それはなんか、あり地獄だね。悪魔からの着信音だとか、着信ありみたいなさ、怖い映画あったけどさ、まあ。人を柴咲コウさんみたいに言うなよ。言ってねえ、そんな風には言ってねえ。そんな風には言ってねえ。あのね。あるから、こっちにもさ。いや、それはさ、わかるよ。だけどほらね、覚えてると思うけど、やっぱ、今週水曜日とかやっぱちょっと怖かったじゃん。確かに、それは引くわ。ちょっと怖いわ、俺は。やっぱあれ怖いもあるじゃん。いやでもさ、俺だってさ、待っててね。もう15分ぐらい待ちましたよ。赤坂ってからね。そう。で、何度もタクシーが来るわけ、あそこらへん。ああ、そうなの。出ちゃ戻り、出ちゃ戻りの。ああ、なるほど。編集者みたいな雰囲気もあるわけ。それを乗り越えたから、もう完全に、もう、矢作さんが入るまで待ってたわけよ。そうか。万が一矢作さんじゃなかったら、また骨折りそうになっちゃうから。そうか。そういう可愛らしい苦労もさ、クローズアップしてほしい。ただ本当に待つほど大変なんだからあれ。まあまあね。まあでも普通待つほどはね。マザブのおっさんのとこ行ってね。うん。まあ薬屋さんね。そうそう。薬屋さんに行って、もうすぐ治ったわけでしょ結果。まあまああの薬の調合良かったよ。どうでしょ。だからそういうのちゃんと山崎のおかげだって話してくんないと、ただの悪もんですよこれ。まあ確かにアフターケアしっかりしてたよ。いやそうでしょ。うん、してた。そういうところもちゃんとしてほしい。だからそれってなんかあの何なんか。無駄な時間を過ごすよな。いたずら電話みたいなことしてるわけじゃないってことだ。そうじゃないんだ。まあね。最終的にはちゃんといいことしてるから。そうそうそう。そうそう。金を持ってやってるわけだ。それはそうかもしれないよね。そういうのをちゃんと言ってほしいよ、本当に。めんどくせえな、本当この人。そういう若手のタモリさんみたいな。電話を使わせたら。でもなんかこう、かなみたいな。俺らがさ、まあ今日も話したけど、その、山ちゃんのさ、誘いの電話みたいな話をしてて、やっぱリスナーとか、やっぱ気になるわけ何なのかと。いやいや、まあ。軽い疑問なんだけど、グレープ兄さん
ラジオネーム。あ、グレープ兄さん。はい。うん、お三方こんばんは。こんばんは。山崎さんに質問ですけど。はい。山崎さんはなんでそんなに先輩や後輩を誘うんですか、うん、友達がいないんですかっていうメールが来てるんだけど。うん、これに関してちょっとどうなんですか、言ってあげてよ。いや、友達がいないかって、うん、うん。いや、そんなことはないよ。うん。友達は多いよ。あ、そうなの、あ、本当、うん、多いの、うん、多いよ。あ、そう、友達多い割にはなんか結構ね。うん、電話の回数とかも多いしさ。頻繁に。いやいや、だって友達が多いから電話の回数が多いんでしょ。でもよく矢作の方によく最近なんか多い時、多い時周囲に音階がかかってくるような気がする。いや、だってこのよく遊ぶさ、もう有田さんでしょ、まあそうね。で、矢作さんね。で、まあ、つかっちゃん。ドラムドラゴンのつかっちゃん。ちゃん、うん、かくちゃんね。東京ゼロさん。かくちゃん。うん。で、まあ、そのぐらいかな。そうか。大体、まあまあまあ、その、ヘビーローテーション。まあ、ヘビーローテーションって言っちゃったら、有田さんと八木さんしかないけど。まあ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 、ね。その3人、2人なのね。いや、でも友達多い方でしょ、だって。そう？ 4 人もいれば。ああ、まあまあまあ、多くはないよね。うん、多くはない。深いね。深い友達、ね。まあ、深いのかな。そうそうそう。そうね、あ、そんな、いらないもんね。だからちょっとあれなのかな。うん、その、しつこくなっちゃうのかな。重くなっちゃう。4人だから1人に言われる割合がすごい重くなんだよ。いや、重くはないよ。でも長くなっちゃうのかな、いや、だからそういうコミュニケーションだよね、その、今のさ、メールだなんだとか、そういうちょっと、そういう意味じゃ、その、なんだろ、今の世相を切ってるっていうかね、あの、電話も大事だぞっていう、やっぱ言葉のコミュニケーション、そういうのも伝えていきたいなっていうのもあるし、今後。メールだと断られるからとかじゃないの、それは。いや、そういうことじゃない。本当に、今、若いね、子供たちに、言葉の大事さ。ね、そう、今、そのメールを送ってね、いろいろ、その、感情のない言葉っていうのが、すごく行き交ってる、この世の中。いいよ、それ、いいんだよ、その真面目な話は。そんなことはいいんだよ。そういうのをやっぱ伝えていきたいって、そういうことじゃない。もしかしたら運動みたいなのもあるのかもしれない。そもそもね、また質問、山ちゃんに。あ、どうもどうも。ラジオネーム、コンタクトメガネさん。山崎さんはなぜ、小木さんに声をかけず、矢作さんばかり誘うのですかと。ああ、そう。だから、なんて言うんだろうな、こう、まあ、言い方悪いけど、こう、うまくいく、うまくいかないってあるじゃん。まあ、これはもしかしたら、まあ、俺、個人の問題なのかもしんないけど、絡みやすい、絡みにくいってね。そうなの？そう、だから、小木さんってやっぱり、なんつうんだろうな、こう、結構会ってても、結構難しい感じの人よね。正面にいても。まあね。どういうところ？声だけだと、まあ、絡みづらいっていうかね。声？なんかこう、なんか話が伸びていかないわけ。あ、電話でね。ある意味一番苦手なタイプだよね。だから、誘ってないっていうのもあると思うのよ。ああ、そうかそうかそうか。でも、一緒にいてもね。やっぱ今ね、あげた4人いるでしょ、まあ、有田さんはちょっと別として、その3人は。多少やっぱ乗っちゃう癖あるよね。多少ね、なんていうの、その、やっぱ付き合いみたいなのは大事。なんかちょっと付き合っちゃう癖あるよね。だから、小木さんってそういう付き合いとか一切、そういうのない。脳の人でしょ。脳だね。そういう、もう絶対、そういうなんか、引き出しがないじゃない。もうね、もうはいはい。人と付き合ってとか、人間関係でみたいなところがゼロの人だから。ゼロね。そういう意味ではやっぱ小木さん。だからまあ、その質問くれたね、そのリスナーも、一度電話してみればいいよ。これとか、小木さんにね。まあ確かに、これ、すぐ切れたないのか。すぐ切れたっていうのはわかると思う。なるほどね。でも本当、小木を誘ったら、小木ほど、断らない人はいないんだけどね。本当はそうなのよ。小木は絶対断らないからね。まず。あれ覚えてません昔いや、だって俺一回、あれだよ、一緒にご飯食べに行くっつったんだよ。電話じゃないけどね。うん、はいはい。ねえ、前も言った、もう知ってると思うけど、そのよく俺らが、人力車がよく行く、新宿にあるさ、なんとか食堂っていうのがあったね。そこに集合って言って、奥さん来なくて、うん。なんか遅えなと思って電話したら、家に帰ってたんだ。そういう人であるよね。家に帰ってるってギャグをしたんだよ。うん、ギャグですよ。その、もうそれから多分もうドラマになってたんだよ。なるほどね。なんか一回引いちゃうともうダメみたいなのあるじゃん。そういうことやっちゃったらなんだみたいな。でも、入っちゃう系ね、みたいな。それを含めて逆にしちゃう系？ああ。スケールでかいな、みたいな。あったね。ギャグ
人のスケールがでかいのよ。ああ、そっかそっか。はい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 、俺たちはもう俺たちみたいな、そんな。なるほどね。ちょっとした、ちっちゃいね。小逆みたいなもんじゃなくて、全体的な、ね、マシンガンだからね。小ギテルマンショーみたいな感じな、なしなんで。ああ、小ギテルマンショーはあんまり得意じゃないのね。だからそう、苦手なのよね。小技小技だから、どうなるほど。まあ、というわけでね、今回は、そういうわけでして、山ちゃん、なんで呼んだかと言いますと、やっぱりその山ちゃんから、俺は逃れられない経験があるから。いや、でもね、これね、別に、まあ、呼んでいただいてね、もう言うのもあれですけども、なんかあんまり、得がないなっていうのはあるよね。何に対して？いや、もう、申し訳ないけど、何だってさ、あ、山崎の電話ひでえんだよって、いざ披露して、ほんとひでえな、みたいな。違う、いや、違う。別になんか得がないじゃない。得ですよ、それ呼べるんだよ。ちゃんと用意してる。そうだよ。得な部分。当たり前じゃん、そんなの。バカみたいだってさ。いやいや、そうでしょ。だから、損させることするわけないでしょ。メガネビーキに出れた、ね、そのメディアに出れたっていうのはありがたい。ただ、なんかその、あいつはひで、あいつの誘いです。わかりますよ、わかります。のだけなんか露呈してさ。わかります。じゃあね、みたいなの。おかしな話じゃん。わかる。そんなちょっと割り合わないなって言われる。わかるけど、ちょっとでも呼んでみて、やっぱうぜえな。うるさいんだよね。やっぱうるせえな。うるさいわ。うるせえうるせえな。うるせえうるせえじゃなくて、そんなことあるじゃない。いや、ある、だから、わかるよ。こっち用意してるスタイルでしょ、ちゃんとそういうのは。何もだから、山ちゃんね、今回は題して、山ちゃんのテレフォンチャレンジってなったわけ。はいはい。いいですか、山ちゃんのテレフォンチャレンジ。チャレンジですよ。まあルールをちょっと説明しますと、ルールも簡単です。はい。今から、はい、山崎は芸人のところにいきなり電話をして、はい、このスタジオに来てもらうように誘い出すだけなんですね。基本的には。来てって、ただそれでは何も山ちゃんに得はありませんよ。そうですよ。はい。来てばそうです。来てね、ゲスト来てもらって。俺らが嬉しいだけでしょ、うん、でしょ、なんとか儲けだよね。ですから、なんとか儲けだよ。それぐらいわかるよ。骨折りゾーンのくたびれ儲け。くたびれ儲け。そうそうそう。見事、はい、芸人をこのスタジオに呼び出すことができたらば、うんうん、商品をプレゼント。もうん、これは、はい、ただの商品ではですよ。あの山ちゃんも喜ばないと思いましたので、まあまあね、うん、そうね、それ飴とか言われてもそんなも喜ばないからそうですね、やっぱりこっちも喜ぶプレゼントしてますよ、用意してますよ、なんと、うん、山ちゃんが前々から欲しがっているという、うんうんうん、海外ドラマお呪文の DVD セット、うん、ではい、マジで？これはもう調べましたよ。こちら。これ今すごい欲しいんですよ。おー、ちょっと見せて。ボックスですよ。いや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 。あ、すごい、これ。これいいでしょ。これなんかすごいんだよね、韓国で。これどういうやつかというと、あのフィルソナを超えた壮大な韓国の長編歴史ドラマ、呪文。韓国では35週連続で視聴率トップと。いやもう、だって視聴率はね、50% ぐらいいくっていう話よ。そうですか、そうですか。いや、すごいけど、ちょっと返してください、一旦。まあ、あげたわけじゃないですか。まだもらえないの。この DVD セットにはですね、1話から4話が入った1巻、そして5話から8話が入った2巻、そして9話から12話が入った3巻と、そしてまあ、特典ディスクと、これが入ってますので、1人呼ぶごとに、これ1巻プレゼントします。一人呼ぶことに。一人呼ぶことに1巻とかなの？ 1 巻だから。全部3巻でしょ？ 3 巻あるから。3人呼ぶと全巻いきますね。それじゃあ、一番最初に誰か呼んだら、まず1話から。だからまあ、自然的にこれパッと見てもらうと分かると思うんですが、これ全部欲しかったら何人呼ぶか大体分かりますよね。うん、3人でしょ。まあ。2人の場合は、じゃあ、1話から8話までしか見れない。まあまあ途中。それは呼ぶ人によってあるんですけども、ちょっと。呼ぶ人によって。基本的には大丈夫です。そうですよ。え、どういうこと？基本的には大丈夫です。3人呼べばいいんですよ。そうでしょ。いや、3人呼べばいい。呼べばもういいの。いやいやいや、呼べるでしょ、呼べるかもしんないけども。ただ、頑張ろうよ、じゃあ。いや、3人ぐらいだったらね。そうでしょ？うん。言っちゃえ。本気出しちゃっていいんでしょ？だって。本気で。これは、だってこれ、待って。本気出していいんだよ。これ超欲しいでしょ？超欲しいよ。これ。高いんだよ、これ。わかる。高い。そうなの？これは高い。あのね、違うんだやっぱね。高い。ま、国によってなのかわかんないけど、ああ、やっぱそう。資本は高いんですよ。これは高いですね。結構、なかなか手が出ないっていうかね。確かにボックスにも凝ってるもんね、なんか。いや、そうよ。うん。これプレゼントしますから。ですから、頑張っていただきたい。いやいやいや、それだったらやりますよ。でしょ？俺たちそういうちゃんとあんのよ、いいの。それ、最初に言ってくれればいいのね。そしてこう、グラグラしたの俺の文句みたいなくだりもなかったんだから。まあ、そうだけどね。本当に大事にしすぎる。うぜえな、やっぱ。うぜえな。早いから、早いから。いいよ。いいから、
万円なかなか入らなかったんだねえ。1万円ずつ返す。同じやり方。あ、それと同じ。本当にこの人しか返さないって言うんだ、俺が。ああ、でもそれが一番いいですよ。いやいや、嬉しいんだけどさ、おかしいでしょ。いや、一番嬉しいんだ。電話して返してたら、いや、まだお前は大丈夫だ。あったね、それね。いや、ほんとに。1万円ずつ返したね。うん。だから、もしやってよ、矢作さんの借金踏み倒し企画。100球踏み倒すのうまいんだから。うまい。俺うまいよ。本気返しよ。1万円もらった時、よし。黙ってくれるから。ね、いい加減。うん。うまいんだよな。さあ、いいじゃない。じゃあ、まず誰に電話するかですね。うん、あ、ちょっと待ってください。あ、もうさすがにあんの、ラジオネーム、ベホマーズン。うん、はい。山崎さんに呼んでほしいのは、うん、ズバリ、有田さんです。有田さんに呼ばれれば、すっ飛んでる山崎さんが、逆に呼ぶのを聞いてみたいですと。なるほど、景気づけに有田さんいいんじゃない？ね、いいじゃん、いいじゃん、行こうよ、これ。いや、でもまあ、ごめん、別にやってもいいよ。有田さん、今有田さんに電話してね。ただ、このそれだけは考えてよ。何？逆に呼ばれちゃうっていうのはあるの。だから、その時の保証はもうないよ。いやいや、それおかしいじゃん。わかんない。こっちが、おぎやけで会話聞いてる中で、最終的に俺が、あ、じゃあ今から行きますかって言っちゃうことで。ああ、それよく聞いてるわ、今から行きますわ。行きますんで。いなくなっちゃう可能性あるわけじゃん。駆け上げといてください、みたいな。それはまずいよ。職域だから、俺の場合。それあるね。そんなのもういなくなっちゃう、これ。そのまでこれ終わりだ、この期間。まあまあそうだね、でもそうでいい。まあだって、いくらなんでも、メガネビーキよりやっぱ、仕事よりアリさんっていうのがあるから。アリさんに言われちゃったらもう仕事はしないから。そうだろうね。あ、そっか、リスナーには悪いけど、さっきその危険性すげえあるわ。やばいやばい。うん、多分今家でパワープロやってるから。そうだね。ああ、よかった。何やってるかわかんない。いいから来いよって言われそうだもんね。そうそう、そしたらもう行きますわ、だからね。そうだね。あれもう、連鎖あんのっていうか。いいから来いよって、すぐ行きますわってやっぱなっちゃう。うん、絶対断れない。そうだ、言っちゃうの。いやいやいや、じゃあ、ないないない。行くことはないんだもんね。行きますさ。行きますさ。って決まりが。行きますんで、ちょっと待ってください。行くときはそんなような必要なんだ。大体よしたち逆に遅くないですかみたいな。ああ、なるほど。それか。ちょっと待ってましたよ、みたいな。ああ、それあるね。よく聞くわ、それ。よく聞くわ。いや、だからそれ別にいいんだけど、おぎやぎのことを考えてね。ああ、そっかそっか。それはまずいか。じゃあまあ、やりさんやめとこう。やめとこう。いろいろまあ、実際ね、まあちょっと大人の事情もあるしね。あ、大人のやつね。大人の事情あるから、なかなかちょっと呼びづらいし。上層部のやつね。そうそう、上層部のやつ。フロント関係の。そうそう。ラベツメクラス。自由ではないでしょ、そういうのって。そうだね。うん。何でもありかみたいになんないからさ。ダブルだもんね。ダブルだ。上から怒られて俺いなくなるみたいな。俺行っちゃう怒られるみたいな。あるな。やめた方がいい。ちょっとこちらもね、ちょっとね、紹介します。ラジオネーム、イタリアンダンディさん。うん。小木沢さん、山崎さん、こんばんは。はい。山崎さんと、英子さんのバトルが見てみたいですと。英子さんを呼ぶことができませんかと。これね、英子さん。これ、ヤギの英子さんですよ。あの、フライデーの出てた。僕の彼女のことです。おー英子さん。英子さんとすごい仲悪いって聞いてますよ。山崎と英子さんがね、仲悪いっていう話。ああ。会えば喧嘩してるっていうね。うんうん。お互い下に見てるから。そうなんだよね。ジェアな、やっぱね、ジェアシーなんだもんね。何が？だから俺、矢作さんを取られちゃうんじゃないかみたいな、多分ジェラシーも入ってると思うのよ。やっぱ俺が誘うと来るじゃない。で、山崎の方もだって英子さんに対してそういう気持ちあるの？やっぱそうだよね。それはやっぱあるよ、だって。それは。ああ、これね、矢作さんをっていうのはあるもんね。それは。確かに。ひどいよ、本当に。山崎が来るでしょ、はい、山崎来て、じゃあ、なんか、飯食いに行こうよなんて時に、うん、俺がそのエコさん連れてくるっすじゃない。うん、ね。はい、そうするとエコさん、こう、お邪魔しますなんて車に入るでしょ、うん、そうすると山崎がこのミラーの、ミラー越しにエコさんを見て、いつでも来るんだねって言うからね。あら。すげえ、なんか。ね。嫁姑みたいなやつだ。いつでも来るんだね、ってね。そうですね、みたいな。あ、向こうも。そう。ピリピリですよ。ちょっとついてくるんだね。そうなんだ。大変だね、矢作さんなんて。そうそうそう。間に挟まれて、失笑ですよ。間に挟まれて。これはやばい。辛いね、これね。これはやばい。いや、でも、また見たもんね。いや、白黒はっきりさせたいとこあるよ、英子さんも。そうだ、もう、エイコさんの声も聞きたいしね。これもお願いしたいんだよね。それはそうよ。なるほどね。本当に何かしらぶつかるんだよ、やっぱね。でも、エイコさんは来ないからさ。
やっぱり。いや、でも俺頑張れ呼べると思うよ。呼べるみたいよ。俺が嫌なんですよ。大体正規分かるじゃん。俺も攻めたら熱くなりやすい。ああ、なるほどね。なんか熱くなりやすいタイプだね。ああ、いいね。呼べないでこのラジオで隣に彼女を呼んでる。俺が嫌なんですよ。またここでもなんか。絶対嫌だよ。いいよ、やるよ。アメリカ人みたいな。アメリカ人。嫌だ。常にね、やっぱ。アメリカ人は必ずフィアンセを連れてくるけどね。いいんだよ。誰を呼ぶか相談だよ。はい。誰まずね。まず、どうするじゃあ、まずね。うん、景気づけにさ。誰でもいいよ。行きましょうか、じゃあ。じゃあ、まあ、そうね。うん。誰まあ、やっぱ、王っていうところがいいんでしょ。まあ、王が欲しいよ。まあ、欲しいね。王っていうのいいよね。有田さんがダメな分、有田さんクラスもさ。有田さんクラス、まあ、そうだね。じゃあ、角ちゃんかな。ダメだよ。東京ゼロさん、ダメだね。ゼロさんって言ってくれる角ちゃんだから。東京ゼロさんの角ちゃんだよ。ああ、そう、K1 の角ちゃんじゃなくて。あれ、角ちゃんちょっと悪い。あれ、角ちゃん。ゼロさんの角ちゃんじゃないと悪い。勝ちやっちゃうから。K1 の角ちゃん、角ちゃんだよ。K1 ゼロさん。K1 ゼロさんの角ちゃんだよ。違う違う。東京ゼロさん。それ、なんで東京ゼロさんのトリオの、角ちゃんだね、角ちゃん。ダメよ、ダメよ、そんなの。いや、ダメでしょ。角ちゃんはね、ちょっと俺がサンクラスって言ったら。最初からちょっとそれは弱気でしょ。ちょっと安泰すぎる。いやいや、そんなことないでしょ。もっと行こうよ。ちょっと安泰すぎるね。俺は、いや、だいたい見てるから、だいたいわかるけど、角ちゃんはちょっと硬すぎる。あ、そうなの？やっぱ硬いの？そんなことない。角ちゃん来るよ。いや、角ちゃんにだっていろいろ都合があるわけだから。いや、だって。そんな鉄板だよ。いやいやいや。あの、言っとくけど、山崎角ちゃんに電話してるの何回も見てるけど、角ちゃん大抵都合あるよ。都合ある時に電話して来てるよ。ああ、角ちゃんダメ。角ちゃんほど都合があるしないよ。まあ、角ちゃん見ようよ。そうそうそう、違うでしょ。ないよなぁ。じゃああれは、チャンつながりで。ん？スカッちゃん。あ、お、スカッちゃんね。これちょうどね、あの、ラジオネーム、姉妹。カノン姉妹専用ザク。うん。小木さん、そして、襟足がどこかわからない人、こんばんはと。こんばんは。襟足どこかわからないんだ。襟足が？うん。あの、首が生えてるから。ああ。首毛が生えてるから。生えて。ああ。あれ、手が、つなぎは。そうそう。だから、どこまで切っていいかわかんないの、足の人が。あれ、どこまでがプライベートか、そのオフィシャルなのかっていう。ああ。そこへで、背投げ切っていいのかみたいな。ああ、そうだよね。それは微妙なの。そうだよね。背投げはね。うん。電話の相手は、塚地さんお願いします。おお。最近映画やドラマにして、してファンにはとても冷たくあしらっている彼は、今の自分をどう思っているとか、お願いを聞き出してくださいと。え、そうなの？そんなのでしてんの？ね、なっちゃってんの？使っちゃいいんじゃない？いや、それはまずいんだよね、俺ね。なるほど。じゃあちょっと CM の後は、使っちゃいに電話してみましょうか。あ、いや、もう CM 中に電話してるじゃん。いや、CM 中じゃダメだよ。終わってから。CM の後はじゃあ、使っちゃいに電話してみましょう。返事をしなさい。だから返事をしなさい。今しないでどうするの。だから返事をしなさいって。山ちゃんです。はいはい、山ちゃんから電話だよ。山ちゃんから電話ってことはわかるよね。何言ってんの、なんつって。もちろん開けてもらったんだけど。逆に山ちゃんです。それではドランクドラゴンスカッちゃんを呼び出せるのか呼び出せないのか、はい、山ちゃんテレフォンチャレンジスタート。行きましょうか。そういう感じ、なんかそういう感じ始まるといつもなんか調子が狂うね。スタートが、でもそんなスタートって電話してないからね。まあね、何やってんだもんね。スカッちゃん、じゃあ早速かけてみましょうか。この時間、あ、今かかってますね。今1時307分。番号変わってないよね。8分ぐらいですか。あ、乗ってる。乗ってんね。この時間でね。しかし、しかし。出ないんだよね、ほんとに。よし。あ、もしもしおはようございます。山ちゃんです。おはようございます。もう元気ないね。いやいやいや、元気ないと、もうそろそろ寝ようかなと思ってたんで。ね、家今。家です、今。あ、そうなんだ。うん。何してんの？いや、だから、寝ようと思ってるんですよ。あー、まずいね、じゃあ。まずいね。まずい。寝ちゃまずいじゃん、だって。まずい、まずい。あれ、塚ちゃん寝ないって言ってなかったっけ？一緒。いや、そんなやついないでしょ。もう、あ、じゃあ誰かと間違えてんのかもしんない。いや、あれ、早くない？寝んの。
いや、まあ、もうちょっと疲れて今日。え、なんだったの今日。今日晴れだったんですけど。ああ、晴れた。どう？え？自分的によ。それは別にどうぞ、はい、いいのよ。誰がどう思うといいんだけど、晴れた、はい、自分的には。いやいや、やらしい話になっちゃうけどね。跳ねたの？いや、まあ跳ねたか跳ねたかで言うたら、まあまあ跳ねました。おー、さすがだね。嬉しいよ。同じ人力車としてさ、ただ跳ねてないってなっちゃうと、でも跳ねたんだったらさ、ちょっと早くないねんの。いやいや、跳ねてるんじゃまずくない？いや、別にその、いやいや、別に、ね、早く寝ちゃいけないってわけじゃなくて。そうでしょ、仕事で受けた受けへんで寝るの変われへんでしょ、うん。飲んでないんだ、今日。珍しいね。そうですね。あんま飲んでないです。いや、実はさ、今、花の大使見てて。はい。撮っててまだ見てなかったのよ。あ、ほんまですか、はい、はい。うん。で、ちょっと感動しちゃってさ。いやいや、なんか変な感じなんだよね。なんかほら、いつものつかっちゃんなんだけど、なんか何よ、なんかいやいやいや、ほろっと来ちゃうみたいな。よう言いますよ、もうすげえバカにしてたじゃないですか。いやいや、してない、してない。してないよ。ただ、ちょっとセリフを若干ね、もうちょっとスムーズに言った方がいいんじゃないかなっていうのがあったけど。いやいやいや、それが、最初のつまり山下清志なんです。そうか、俺が、台本見て間違えて出てきてないわけじゃないですか。そういう人だから。あ、違う、ちょっと違う。相当緊張してるのかなと思って。いや、違いますよ。そういう人なんですよ。あ、なるほどね。あー、はい、ごめん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 。そうなんだ。俺全部失敗してるじゃないですか、じゃあ。いや、そうかな。取り直すでしょ、たぶん。まあまあ、じゃあちょっと今からさ、来てよ。ちょっと待ってください。急になんですよ。ねえねえねえ。今から来てよ。今から。あなた最初見てたんでしょ。何？ハザコン大賞見てたんでしょ？そうそう、今日ね。いや、今もう、ちょっと飲んでんだけど、俺も。あー、まずか。うん、赤坂の方で。あー。うん。いや、だからちょっとその話聞きたいなっていう。俺も正直、なんか、まあ、今後さ、はい、やっぱお笑いだけってのはさ、厳しいなっていうのあったんだよね。いや、だからさ、俺やっぱ、つかっちゃんの、裸の大賞見て、すごく思ったのは、あ、こういうのもあるんだっていう。前のつかっちゃんのドラマとか見ても別に、はい、まあ、なんかなんつうの別に、なんとも思わないってわけじゃないけど、なんかそういうんじゃないんじゃないかなとか思うところがあったのね。ドラマも、バカにしてたじゃないですか。一個も面白くないって。笑いを取らない、矢作さんと笑いを取ってないみたいな、そういう場合やのに。いやいやいや、まあまあ、あれはシャレじゃない、シャレでね。いや、でも、花柄大賞とか見てて、なんかまあ自分的にも、なんか、やりたいなっていう。だからって俺に何を聞くんですか？いや、俺もやりたいなと思って。でもそれで分かりましたよ。そう、事務所に。はい、うん。ちょっと、教えてほしいなっていうのがあるんですよ。山下清のやり方。ちょっと、山下清をやりたいんですか？次俺やりたいなって。いや、そういう話じゃないでしょ、普通。え、ドラマとかって。いや、俺もその役やりたいよさ。次に、うちの山崎どこですかみたいな。いや、また常識じゃないですよ、それ、うん。なんかだんだん目が冴えてきたみたいだね。ねえ。いやいや、出た時の感じとテンションが違うじゃないな。え？いやいや、ね、いや、ボケ。だって別に、明日何時？明日は11時起きとかです。ああ、じゃあ俺の方が早いか。そっか、じゃあもう今からどうよ。行こうよ。パッと。まあ、そんな長くは長くはなんないけど。もう寝ようみたいな、もう雰囲気なんですよ。ああ。もう、普通の寝る用の感じやし。でもそれ偶然かもしんないけど、俺も寝ようと思ってたよ。じゃあ、でもこの感じね。でもこの感じを評価していただきたいっていうか。そう、お互い同じ状況でスタートしてるわけじゃない。ね。まあ。そうでしょ？だってほら、俺が別に何もう目がカッチリ冴えちゃってさ。で寝れねえから電話したってわけじゃないんだから。こっちだって眠いんだから。いや、じゃあやめときましょうよ。いや、だからそこよね。そこよね。まだ普通の人はやめんだろうね。あ、そっか、じゃあ、そうだね。普通の人はやめるから、そうだ。じゃあ、スカちゃん、うん。ごめんね。いや、ちょ、待ってください。なんか普通の人はやめるでしょ。いや、そっか、そうだなと思って。一般常識では確かに、一般常識で考えたらそうだもんね。もう寝るもんね。一般の常識範囲内の人だったら、
まあ普通の人だったらそうなります、うん。そうだね。そうだ、でも、でも、いや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 、でも僕普通じゃないですよ。え、つかちゃん普通じゃないの？僕普通じゃないですよ。俺そうだっけ？基本変なやつですよ。ってことは何、今から来ちゃうみたいな変なやつなの？今から来ちゃうみたいな変なやつなの？そんな変なやつったらもう芸人じゃない。もうもはや芸人じゃん。言うてんすか。うん、もう今から来ちゃうの、じゃあ。いや、まあまあ言うても、それはまあ芸人ですし、まあ普通とか言われたら、そりゃ、うん、まあ黙ってはなんないですけど。あ、そうなの。あ、じゃあ赤坂向かってもらっていい？ちょっと待ってください。東京までこっちから電話しとこうか。あれだったら。いや、まあまあ、マジですか？いや、でも本当に、本当にすごく、そういう感じなのかなと思って。スカちゃんは。そういう感じ。そういう。いや、だから今から来ちゃう系の変なやつなんでしょ？系のペタですか。いや、今からもう、だって普通だったら来ないもんね、こんな時間。いや、まあ普通は行かないんでしょうけど。うん。じゃあ来ちゃうの？もうほんまちょっとですよ、ほんま。うん。ちょっとね。いや、ほんと別にこっちだって眠いから。うん。だからほんとでもう1時間もないんじゃない？軽く。だって久々でしょ、だって。全然だってないもんね。まあまあ、人力車のツアー以来でしょ。そうですね。うん。だからちょっと待ってるよ。とりあえず待つのは自由だもんね。どこですか、どこですか。赤坂の TBS ラジオ。待ってるんだよ。待ってるんだよ。話全然ちゃうじゃん。いやいや、TBS ラジオでさ、待ってんの今。いや、飲んでるとか、赤坂大将見てたとか、もう嘘ですやん、じゃん。いやいや、見た。それ見たよ。ずいぶん前に。え？ずいぶん前に。またあれでしょ、見学のパターンでしょ。いや、見学のパターンじゃないよ。うん。それ見て、見学で見ろって言うでしょ。つかちゃん。え？つかちゃん。今、おぎやぎの二人がいるんだよ。そう。おぎやぎも飲んでんだよ。そうよ。わざわざ、いや、飲んでるってラジオでしょ。いや、TBS ラジオで飲んでんだよ。飲んでんだよ、ラジオで。ええの？飲んでんの？ TBS ラジオそんなんええの？いいの。だから、ちょっと、呼んでほしいなと思って。まあ、今から来ちゃえなよ、つかちゃん。今来るっても約束しちゃったから、もう待ってるけど。じゃあ、もうあんな断られへんでしょ、あんな芸人的なことだから。いや、ちなみに何本ぐらいで来んの？わかんない、せん、え？まあ、普通の人は20個ぐらいかかると思うけど、恵比寿でしょ？普通の人に20分かかるよね。ああ、普通に20分かかりますよ。普通のところが僕はまあ、もう10分。あ、ほんと？じゃあ待ってるから。じゃあ待ってんね。結構難しいですけど。よろしく。じゃあね。マジで？いやー、素晴らしいですね。これやっぱ、スカちゃんの一番弱い、普通の人扱いね。あれ、コロッと買ったね。そうなんですよ。一番弱いからね。普通だねって言われるのがもう一番弱いっていうね。その後最終的につきましたか。そうね。まず目覚ましてからね。あ、覚ましてから。目覚ましておく。ああ、そっか。はい。ラジオネーム、新宿ロードローラー。山崎さん。あなた、末恐ろしいですね。いやいや、だって読めばもらえるわけだからね。まあそうですね。だから約束通り、こちらのね、何でしたっけ、9問。え、これもう、あれなの？つかちゃんが来たらもらえるわけ。あ、来たらね。そうなんだ。来てから、スタジオに来てから。あ、オッケーオッケー。よかったよ、調子よかったよ。いや、調子よかった、今。ね。今結構よかったね。よかったよかった。まあ寝ようとしたっていうね。いや、そう。飲みに行ってなかったのがよかったね。あー、なるほど。いや、正直家で寝ようとしたって時点で自信あった。いや、これはいけんなと思った。なるほど。飲んでる方が、いや、飲んでる方が、それは難しいじゃん。まあ、人にも人がいてる。その、やっちゃんだから、役者さんだからもたまに飲んだりするから、芸人と飲んでんだったら抜けてきちゃいなさいよって、今からおいでよって言えるけど、やっぱそういうちょっと、畑違いの人と飲んでるとね、まあ、ちょっと誘いづらいなって。もう寝ようとしてた時点でもう、
もうその時点でも諦めちゃうけどね、俺はね、もうね。ああ。見ようとしてるなんて言われて。だから、ああいう時はやっぱ自分のは眠いっていうね。うん。それは押しなの。あたれあったね、自分のが朝早いっつって、うん。そうそうそう。あれもいいね、あれね。ジャブで入ってるじゃん。あれ入ってる。うん。それね、俺もよく使われるんだよ。眠いからは逃げれない。逃げれないよ、ね。なかなかね。で、あと周りにも言うから、この間誘った時、夜中の、11時ぐらいよ。うん。そしたら明日の、午前3時から仕事だめちゃくちゃだな。釣りのロケ、釣りのロケに行くって言い出したから、こいつあれだな、さすがにこの、俺のが早い攻撃がさ、できない。対策ねって言うわけ。3時じゃできないよ、3時じゃ、さすがに俺2時とは言えないよ。2時だったら行かないでいいだろ、なんて。そうね、うん。ちなみにさ、あの、ちゃんと準備してるからさ、使っちゃう。あ、職人の名前言ってもそうだね。確かに。怖い怖い。いつもだったら入れるでしょ、うん、すぐ。こういったとこだね。そうなの、うん、確認電話するんだ。確認の電話やっぱ入れるまあ一応ね。うん。でも使ってるのは比較的確認の電話入れなくても、うん、来るタイプではあるよね。ああ、そうなんだ。うん。うん。うん。もしもし。あ、もしもし、はい。今、何、どこらへん早いな。まだ家の下ですよ。え、まだ着いてないの？いや、当たり前でしょ、それ。本当に変でも。今なんかすごい響いてんね。ねえ、明らかに場所変わったよ。うん。うん、もしもーし。もしもーし。聞いた。ほら、あれ、県外になっちゃった。ああ、なんか。下のあれじゃない、エレベーターとかそういうホールのとこみたいな。電波があるとこに。もう一回電話しようよ。いいんじゃないの、もう。いや、それはいいんだよ。まあね。これが来るときも飽きさせないってね。ああ。一人になっちゃうと結構テンション下がる。下がるね。なるほど。なるほど。タクシーに乗って向かってるときに、俺何してんねやろうみたいな感じにもなりがちなのよね。そこも埋めてあげるんだ。時間も埋めてあげると、あんだけはもうちゃんとうちはある。ああ、山崎さん、ちゃんとあるのね。そういうね。だから最初にちゃんと自分で来ましたっていう。あ、もしもし？もしもし？あ、もういきなり来たでしょ。いやけどってか、もう、移動してるから、そのエレベーターとかで鳴るでしょうよ。今エレベーター出たの？早いな。出ましたよ、もうなんか。で、ちょっとはい、一回面白い止め方してよ。どういう振りですか見えないけど。誰も見てないのに。見えないけど。見えないけど、やってみたら声も見えないからね、ちょっと。よくわかんないです。うん。それ赤坂の TBS の電話にしますはい。あ、もう止めたんだ。ああ、止めたんだ。じゃあ、金待ってっかんね。わかりました。先生、大丈夫、面白い指示だ。ちょっとニューヨークまでって言ってみてね。ニューヨーク。ニューヨークまで、お願いします。かっこで。滑ってんね。滑ってんね、これね。スカちゃん待ってるから。はい、急ぎますわ。ごめんね。はい。なるほど。でもまあ、向かってるから、すごい早いな。来ることは間違いない。早いね。ですからですから。だからまだあれでしょ。シャワー浴びてなかったでしょ。まあ、浴びてなかったね。うん。タイミング的にもよかった。僕、ほんと10分15分に来るでしょ。うん。うん。いや、楽しみだね。いい調子ですね。山ちゃん。最初いいね。いや、いいね。ねえ。まあまあまあ、そこら辺はね。うん。本当にスカちゃんちょっと会いたかったでしょ？そう。スカちゃん本当に久しぶりなのよ。やっぱ本当に会いたい方がやっぱ喜びになるもんね。うん。いや、確かに。あ、いいんだよね。なかなかね、会わないからね、スカちゃんはね。うん。なるほどね。じゃあ、ということで、スカちゃんが来ますので、行ってしまいます。うん。おぎやはぎのメガネビーキ。今夜のゲストはアンタッチャブル山崎。電話ばっかりしやがって山崎こらこら山崎こら山崎おぎが戦車でやってくるおぎやはぎのメガネビーさあ、どんどん行きたいと思うんですが。はいはい。まあ、冒頭にね、ちょっと竹山さんっていう、あれもあったよ。リクエスト。ねえ、竹山さん行ける？竹山さん呼ぶ？いや、竹山さん、呼べんだったら全然、呼んじゃうよ。うん。竹山さんがだって呼んだ方が。竹山さんもなかなか渋い男だよね。竹山さん、後半説飲んでる時多いからね。そう、そうなんだ。じゃあ、後半置いてあんま来るってことも難しいのか、そういうの。後半説で来るからね。それで来るんだ。いやでも後輩の前でビシッと断るみたいなの見せたいんじゃないの？ああ、自分も見せたいんだ。そうそうそう。あるな、それも。竹
大将だからね。三名詞。そこの手合わせるね、もう、早速。お、あの、おしゃれな、おしゃれなあれだね。うん。はい。もしもーし。いい、どうしたの？山ちゃんでーす。どうした言ってんの？今静かですね。え、静か、静かよ、今。待つよ。どこですか、今。仕事してんの、渋谷。え、仕事？ロケなのよ、2時から。え、2時から?2時からロケなのよ。あ、本当ですか？ちょっと今から来てもらっていいですかね、じゃあ。何？ロケで来てもらっていいですかね。ロケで来てるってなんだ、酔いすぎだよ。いやいやいや、酔いすぎだよ。俺のロケで。俺を特殊するロケで。来てもらっていいですか？何言ってんだよ、わけわかんねえ。ロケなんだよ。え、今から？いや、今からね。いや、飲んでないかなと思って電話したんですよ、竹山。飲みたいけど、しょうがないよ、仕事だから。あ、そうなんすか。朝まで仕事なんだよ。え、何時までですか？5時前ぐらいまでかなぁ。あー、わかりました。じゃあ待ってますわ。いやいや、待って、行かねえっつんだよ、仕事が。いやいやいや、仕事終わりで。行きましょうよ。仕事終わりダメだよ、そのまま俺あれだもん、スクープだもん。大阪行っちゃうよ。スクープだから。なんちゅうスケジュールなんですか。そうなんだよ、言ってくれよ、3人。いや、ちょっとしか会えないんじゃないですか。ちょっとしかないんだよ。頭来てんだよ、ほんと、あのサンミュージックによ。いやサンミュージック、それ、竹山さんのため思ってるんでしょうよ。思ってねえよ、全然。いやいや、そのピリピリしない。仕事、いやいや、これから仕事なんでしょ？仕事だけどおかしいだろうよ、こんな時間からロケやって。お前また朝そのまま行けってよ。いやいや、まあそうだけどさ。いや、だからちょっとそういう話もしたいからさ。そういう話もめちゃくちゃしたいけど、もうほんと顔見るだけでいいんで。何顔見るだけでいいから。あ、すいません。もう5分でもいいから。違う違う、もう始まるんだよ。もう。うん。もう始まる、もう回るんだよ。いや、だからそのままロケで歩きながら、TBS ラジオの方に向かってほしいですから。こっちの方ですね、なんて言いながら。え、ロケで？ロケで。何のロケなんですか、ちなみに。こちらはそのロケよ。え、渋谷を探索みたいなことなんですか？違う、なんだっけ、うん、開花マップのロケ。あー、いいマップありますよ、こっちにも。何？いいマップの。山田マップがこっちに。いいマップあるって何？いいマップがありますんで、だからその、いいマップ知ってんですよって竹山さん言って、TBS ラジオの方に向かってもらっていいですかね。いいマップないよ、どうせヘルスはそんなマップだから。行かないよ。行かないね。お前とヘルスは行かないよ、もう、ロケなんねえから。ですか、ちょっと、竹山さん。行かない、竹山さんじゃないよ。喜んでくれてたじゃないですか。いいぞ。山さん、どうするよ、VIP になれんのって。すぐ VIP にしてあげたのに。え、俺、VIP の店の近くでロケしてるよ、今。店長に言っとけたじゃないですか、山ちゃんですって。じゃあ、うちの知り合いの竹ちゃんが、VIP になりたいんですけど。今日行けないから、ね、もういいよ、また今度なったでしょうよ、青のカードから。なってないよ、ちょっと。もう脱いだの？切るよ。何？仕事？仕事、ほんと仕事なんだよ、今から。生かしたままじゃあロケしてもらっていい？この電話。行かない、できるわけねえだろよ。そんな、そんなバカいないだろ。なんか、ボンミスみたいな感じでさ。生きてたら、なんつって。ダメ。電話遠いんだよな、あれでやってるだろ、スピーカーで喋ってるだろ、電話。いや、喋ってない。うん。無理なのね、じゃあ、竹山さん。無理だよ。ちょっとバカにしてない、また。いや、俺のこと先輩扱いしてないだろ、いや、してる。終わったらじゃあ、1年ちょうだいよ、1年。終わったらって、明日になっちゃうよ、だって。いいよ、待ってね。でも、行けないよ、そのまま飛行機に行くから。もう本当、電話欲しいだけだから。うん。終わったら一応鳴らしといて。はい。はい、着信しちゃうね。一応鳴らしといてなんだよ、出る気ねえじゃねえかよ。いや、出るけど、鳴らしてちゃうんだよ、1年。一応ダメなんですけど、今行ってないからね、よろしく。はい。頑張って。はい。いや、無理でしょ、これは。ロケは無理だね。これはちょっと。仕事中だから。頑張って。向こうに行ってもらっていい？惜しかったね、仕事中だから。ほんとそうよ。ちょっと顔だけでも出せそうな感じもちょっと今、あったよね。姿勢は良かった。うん、すごいすごい。諦めなかったとこ。いや、そうだよ。だから、海岸マップの方にも迷惑かけないように、電話だけ行かしてくんねえかっていう。すごい。設置案を考えたんだよ。頑張ってた。うん。さすがにね、海岸マップを押しっぱかしてこっちってわけにはいかないから。素晴らしいですよ。そのやっぱね、素晴らしさに感動したメールがやっぱ来てますよ。本当に？ラジオネーム下げ勘以下略。このテクがあれば、ぶっちゃけモテるんじゃないですか。
なるほどね。すごいテクニックだと。ここまではそうだね。まあね、でも女の子ってほら、普通はそうだよねっていうことに敏感じゃないじゃん。そこに来ないよね。まあ普通は来ないよね、この時間ね。とか言っても全然乗ってこないし。まあ確かにそうか。だからかな、ラジオネーム頑固。お三方こんばんは。山崎さんは女には興味はないのですかって来てますね。だって女に恋路はしないもんね。いや、でもまあ、女の子にもまあ似たような感じのテンションあるけどね。ある？うん。まあ、さすがにでもほら、その、難しいよね。ああ、まあ、まあ。乗らないよね。そういう振りは通用しないよね。そう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 。なんかね。テンションこれで入ってもね。本当に、ちょっと迷惑。迷惑になっちゃうんだよね。本当迷惑みたいなテンションでさ。返されるんです。今、これだからまだ聞いてられるけど、本当にそういうのあるからね。山ちゃんでっせー、なんて言われてね。はい。そうね。何時ですか、今。女の人呼んでほしい。ってのあるよ。ラジオネームデリカット、うん、おぎやぎのお二人、山ちゃんこんばんは。僕が山ちゃんに呼んでほしい人は、うん、女帝をやっていた加藤ローサさんです、うん、あーローサちゃん、リチャードホールで共演していたと思うのでお願いします。ロサちゃんいける？いや、連絡先知ってりゃいけるかもしれないから。ああ、知らないね。見てみたいけどね。ロサちゃん誘ってとこ。いやいやいや、まあそれはね、連絡先知らないから。まあね。そうなの？よかったな、あの時ちゃんとね。連絡先わかんないもんね。ああ、そっか。怒られるでしょ？熊本で。まあまあ。まあね。ふざくんなって言われるね。ラジオネームチャラさんは、小木奈穂夫人をぜひ呼んでくださいっていう。ああ一回会ってる。あ、何回会ってる？何回会ってるでしょ？面識はあるでしょ？何回か、そうだよ。ね、一緒にご飯食べたりしてるもんね、うちの奥さんとも。いや、だって車で、森山良子さんの、あの、なんだっけ？矢野明子さんってやる、そうだよ。コラボの、ライブがあって、そこであれだ。スカちゃんと、いや、そうよ。あ、まさにスカちゃんだよ、それ。スカちゃんと、スカちゃんも行こうよ、つって、そのまま一緒に行ったんだもんね。そう、行った行った。そうか。いや、あの時よ、俺もびっくりしたのがさ、うちの彼女のお母さんが、歌やるっていうわけ。知らねえじゃん、こっちは。知らないですか。いや、そうよ、だからさ、なんか逆に面白いなみたいな感じで見に行ったんだよ、俺。そっかそっか。そういうわかんないけど、公民会館とかね、なんか歌の好きなおばちゃんたちが、やるママさん、コンクールみたいな感じなのかなって見に行ったらさ、やたら豪華なさ、もうまさにここの近くだよね。そうだ、TBS のそこだ。ブリッツの。ブリッツの。前あったね。横でやってびっくりしたんだから。あ、そっか、その時に会ってんだよね。そうなんだ。何がびっくりって、その時俺、森山良子さんって知らなかったんだから、本当に。あ、誰なのか、何なのか。それ、最初彼女のお母さんってすごいねって言ったんだから。こんなとこでやってみて。ああ、そういうことね。なるほど、なるほど。なるほどね。だから超歌の上手い人なんだなと思ってた。聞いてびっくりですよ。なるほど。ザワワですよ。さあ、いきますか？はい。いけますか？ああ、次？でも次行っちゃってもいいでしょ。今もう向こう試合でしょ、今のは。今のはもうしょうがないよ。今のはしょうがないよ。もう仕事だもんね。ちょっと運が悪かったね。いや、それは無理だからね。はい。それは本当どうしてももうしょうがないっていう。はい。でも仕事っていうのに呼んだ場合、うん。一気にこれ3本あげるよ。まあ、それをあげる価値はありますよね、それはね。なんか俺だけ違うものを失うような気がするんだよね。この3本と同時に何か3本出てっちゃうよね。まあね。じゃあ次誰行きましょうか。うん。うん。うん。誰がいいかね。うん。女行きましょうか。なんか女っていうのあるから。女で知ってる電話番号。全然だとやっぱ角ちゃんかな。女だって知らない。ダメよ、すぐアンパイ行ったら。すごいよね。すごい自信があるのよ、角ちゃん。絶対に自信持ってくるさ、角ちゃんに。絶対呼ぶ人間。いや、女の子？はい。いや、女の子呼ぶさって。女でね。結局、人力車の女の子みたいになっちゃうよ、多分。そうなると。ああ、となると。どうですか？そんな女の子の番号知らない。だって、普通の素人の女の子が来てもしょうがないでしょ、だって。まあね。それはそうですよ。いや、来るかもわかんないけどさ。ね。で、どれに行こうかね。うん。どうする？じゃあ、まあ、北洋だね。あ、北洋。どっち？まあ、得意なのはアブちゃんだよね。サオリ苦手そうだもんね。サオリ。サオリちゃんってほんと来ないんだよね。サオリは来ないでしょ。乗らないもんね。アブちゃんだったらなんか見えるかもな。まだ多少ね。多少でしょ。まあ、アブちゃんとも飲むしね。ああ、そう。俺はサオリちゃんと飲んだことないけど、アブちゃんとは飲む。ああ、そう。アブちゃんでいい？アブちゃんいいよ。
アブちゃん行く？呼びたい。アブちゃん行きようか。アブちゃん呼びたい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 。アブちゃん会いたい。アブちゃん会いたい。アブちゃん会いたい。いやいや、分かって呼んでっから今。呼んで。アブはね、あの結構厳しいよ。厳しいよ。正直使ってるの厳しいからね。いや、厳しいよ。女ってやっぱそうよ、結局はね。いや、でも本当あの、多分、おぎやぎじゃ呼べないと思うよ。まあ、呼べないね。呼べない。おう、なった。ただいま電話に出るかもしれない。2時ね、2時寝るのかな、寝てる可能性。いやでもそして今さ、入り方おかしくねえかな。なんかすげえカットインしてる。カットイン。カットインしてきたよね。ただいま電話に出ることはできませんから。じゃああとちょっと飛ばして、しばらく待って、今出ないから。もしかしたら、あれがあるかもしれない、折り返しが。どれ？じゃあ今、鳴ってるから、ちょっとトイレかもしれないし、寝てるかもしれない。いや、寝てるかもしれないじゃん、って。いや、次、次、こうしてあげた方がいい。あげた方がいい。いや、ほら、そんなチャンスだ。ああ、そうか、寝てる可能性があるのか。一応ね、メール読むよ。ラジオネームペリエ。小木さん、八木さん、そして山崎さん、こんばんは。今日は誰に電話するんですか？うん、日村さんはドラマで忙しいと思うので、うん、意外にも設楽さんを呼んでほしいです。いやー、設楽さんはあんまりいじられないので、たまに注目されてるのが見たいんですと。あれ、どうなの？設楽さん！設楽さんと山崎の関係ってよくわかるな。これさ、仲はいいんだけど、ちょっと距離があるじゃん。うん、そういう。いや、だからやっぱ先輩だよね。先輩だからね。設楽さん、まあ、おさむさんはね。だよね。いや、もともと、前、まあ、付き合い長いからさ。そうだよね。あの、千歳烏山っていうところに住んだよ。設楽さんもね。まあそこで、まあ、ちょこちょこ遊んでた感じだから、設楽さん！そう。設楽さんをあんま、誘う。自信ない？やっぱ俺、得意なとこまで行っちゃうと、その結局リスナーがね、あの、電話してほしい人っていうのをさ、メールで来てるわけだから、やっぱそこもちょっと答えてあげないと。そうだけどさ、これもともと俺が普段やってることから始まった企画でしょ？なんで苦手なとこ行かなきゃいけないの？いや、やっぱこれ。いや、そっちも、やっぱりリスナーだって。リスナーでしょ。設楽さん！ちょっと待って。いや、単純にこの時間に、もう設楽さんとかになってくるとほら、ちょっとこう、こんな時間大丈夫なのかみたいな。なんかそういうの関係なのね、もう。それだってやっぱそうあるでしょ。いやいや、番号してるでしょ。設楽さん。時間も気になっちゃうんだ。いや、一応ね。いや、それはやっぱ一応先輩後輩じゃあるじゃない。でもね、設楽さん意外にね、あの、後輩集めたりして、あと、なんかダーツやったり、そうそう、カードゲームやったりとか、そういうことして遊んでる子多い。結構ね、朝方までアクティブに遊んでんの、あの家とかで、あの、サッカーゲームやったりとか、結構暇してる子多いよ。設楽さんね。うん。行ってみる？今日行ってみようよ。設楽さん。行ってみたいわ、設楽さん対するの。いや、俺もちょっと、どういう感じなのか。設楽さんね。かけた？2分かけてる今。来た。出んのかな。はい。あ、もしもし。山ちゃんですけども。どうもおはようございます。いいっす。すいません、寝てました？いや、まだ寝てない。ああ、今お家ですか？千葉さん。そうそう、もう家。もう火は消えてます？え？もう火消えました？何？火消えました？もう消えてます、大丈夫ですか？消えてる。ああ、いやいや、そんなこと言うんですけど、すいません、すいません。もしまだ燃えてたら消した方がいいかなと思って。そう、消えてるよ。珍しいね。どうした？いや、あの、何してんの？いや、最近ほら、ちょこちょこお会いするっていうか、ほら、一応レギュラー番組、あるじゃないですか。一緒にやらせてもらってるじゃないですか。なんでほら、あんまり飲み行ってないなと思って。ああ、ないね。バナナマンさんと、で、まあ、ほら、設楽さんとか、前、ほら、ちょこちょこ飲んだから、ああ、久々に、何ですか？超前でしょ、でも。まあまあ、超前って言ったらあれですけどね。いや、でも本当なんていうかな、あの時の話もあんままだ聞いてないし。何の話？あの時の話？いやいや、火事の話ですよ、火事の話。そんな改めて。いやいや、設楽さん、別に恩着せがましい言い方するわけじゃないですけど、やっぱ、看板的な部分ってあったじゃないですか。いやいや、それだから、なんか、何ですか、別にほら、そういう、ぬんかんぬんじゃなくて、ちょっとご飯ぐらい連れてってくださいよ、みたいな。雰囲気としてはですよ。ああ、今度じゃあ行こうよ。え？
今日はどうなんですか今日。今日もう、今日もう終わりだよ。え、終わりってどういうことですか。もう終了したんだよ。何が終了したんですか。パチンコ屋じゃないんですから。どういうことですか終了したって。今なんか、飲んでんの。いや、ちょっと赤坂の方で、ちょっと飲んでまして、飯食いがてら。あ、そう。で、ちょっと、だって、ちょっと設楽さんの話にもなって。いや、誰かといんの。いや、今、ちょっとスタッフの人と飲んでるんですけど、いや、やっぱこういろいろとなんかやっていきたいなみたいな話になって。本当ですよ。で、誰なの誰とやりたいのって言った時に、もう一応、設楽さんの名前出させてもらって。言うわけねえじゃん、お前。いや、本当ですよ。設楽さんと、あと、あれですね、おぎやぎの矢作さんって言って、で、おぎさんと日村さんはって言われたんですけど、変な感じになっちゃって。で、まあ、それはちょっとほら、やっぱほら、頭脳的なね、部分っていうんですか、バナナマンの。だからやっぱそういう、ほら、日村さんっていうのはほら、もうほっといても面白い人じゃないですか。いや、だからほら、設楽さんとあんまそういう仕事の話したことないなと思って、あと、家事の話もちょっと聞きたいんで、ちょっとどうかなと思ってるんですよね。めんどくせえよ。いや、いいじゃないですか。今からちょっとでいいですよ、ちょっとで。また今度にしようよ。今日無理ですか。うん。俺ちょっとね、海外の方に行っちゃうんですよね。帰ってきてがいいじゃん。いや、明日から結構、いや、明日からなんですけど、でも寝ずに行っちゃおうかなと思って。普通に寝るパターンで。帰った方がいいよ。いや、いやだ俺飛行機結構長いから、もうそこで寝ちゃうかなと思って、朝まで誰か付き合ってくんねえかな、みたいな。だって、今、スタッフの人と飲んでしょ。いや、そうなんですけど。行きづらいよ、そんな。いや、でも知ってますよ、設楽さんのこと。みんな結構、すごいですよ、ね。誰いや、多分設楽さんは知んないですけど、ほら、お笑い見てるから。なるほど。ちょっと設楽さん。いいよ。いや、その顔を広げるって意味でもね。いや、結構設楽さんのことを、なんか買ってるみたいな。いや、ちょっと、若干上からな感じだったんですけど、買ってんだよね、とか言ってて。いや、だから、まあ、若干そこは引っかかったんですよね。やたら上から言う人だなと思って。ね、いや、でも、設楽さんとも話してみたいって言うんで、どうですか今から。もうちょっとでいいんで、あれだったら。いや、もうだって、待っちゃっていいですか、ね、寝る感じだもん。待っちゃっていいですか中堅パターンで。え中堅八甲パターンいいですか。あ、中堅八甲パターン。中堅八甲パターン。で、待っちゃっても来ないかもしれない。いや、来ないのまずいでしょ。暴動になっちゃうんですよ、俺、赤坂で。俺の銅像まずいでしょ、赤坂の。待ち合わせになっちゃって。山崎の銅像前集合なんて。俺、嫌ですよ、それ。マジ俺、行かないよ。いや、マジっすか。うん。ちょっとダメですか、ちょっとだけ。ほんと、もう、1時間です、1時間。頭痛いんだよ。頭痛いんですか。うん。おー、バファリン持ってますよ。また。いや、もう大丈夫だ。バファリンあります。バファリン燃えちゃったんじゃないですか。てか、ごめん。今度行こう。今度え、明日早いですか、うん、早くもないけど。いや、ちょっと待ってくださいよ。早くもないのになんでダメなんですか。おかしいやん。いや、そうなってるから、山崎がダメみたいな雰囲気になってません。じゃあ、なんか、なんで急にそんな、ガンガンなの、いや、こういうのだと急にでしょ。そろそろ来る頃だなってことはないでしょ、いくらなんでも。気合が始まるときって。そんな、そろそろ始まると思ったのよ、みたいなことないでしょ。いや、珍しいなと思って。いや、それそうで、だってか、まあ本当に設楽さんにはね、烏山で、俺の部屋でね、金玉袋にキーホルダーつけられた時以来ね、ああいうこともね、通ってきて、こうやって今、そういう、なんていうんですか、テレビで一緒に仕事ができるっていうね。そうだね。そうでしょ。いや、それでなんか、ほら、お互い現場で一緒になるのに、で、付き合いも長いのにあんま飲んでないっていうのもあったから。そうだね。電話するよ、今度じゃあ。なんすか？電話するよ。電話ですか？うん、電話するよ。そうっすか、じゃあ。うん。今日はちょっと無理ですか？うん、行かない。じゃあ、ちょっと言ってみますね、スタッフさんに。いや、来るみたいな感じで言っちゃったんですよ。いや。ちょっと見切り発車的な部分があったんで。ちょっと、じゃあ、スタッフさんに、いや、別にまあ大丈夫だと思いますけど、ちょっと言ってみて、
折り返します。うん、え？折り返します。ちょっといいよ、もうちょっとうまく言っといてよ。あ、ごめんなさい。わかりました。はい。もういいよ、ごめんなさいって言っといて。わかりました、わかりました。今度ってことですよね。うん、うん、はい、今度。わかりました、わかりました。うん、じゃあ、うまく言うように頑張ります。はい。ありえんね。すいません。失礼します。あー、残念。残念だな。いや、これは、厳しいね、なんかね。残念。うん、まあ。しっかりつけな。俺とっくに諦めるよ。ムカついてきた俺、ほんとに。いやいや、これやばい。いや、だってうまく言えなかったんですよって電話があるんだよ、次に。え？うまく言えなかったんだよっていう電話。なるほど。それも今、癖になったのね、気づいたんだよ。だから、もう一応チャンスは残してんだから。なるほどね。いや、まあ、あんだ、そういうの残すんだ。まあでは切らないのね。まあね。いやでも先輩だよ。いや結構言ったと思うよ。言ったよ。先輩には。ちゃんとね、評価のファックス来てますよ。いや、怖いよ、いいじゃん。おめでとう、お疲れ様。かっちゃん、かっちゃん、しつけー、しつけー電話を、もう。遅くないですか、遅くないです。早く来てますよ、もう。かっちゃん駆けつけましたね。すげー。めちゃくちゃじゃないですか、もう。いや、そう、しょうがないのよ。ごめんですか、じゃあ、ほんとに。でも、まだいいでしょ、まだマシな方です、ほんとに。ほんとにラジオやから。まあね。まあね。まだね。ほんとに、あの、自分たち、鹿迷ってるでしょ、TBS で。で、見学に来いっていう電話が。見学ね。後輩やから、俺たちの笑いの取り方勉強しろ。いや、いや、出させてください。だったら行きますね。いや、見学でしょ、みたいな。いや、違うな。最初、最初見学に来たらっていうさ。今ね、トランスラボなんで別に出てもらった方がいいのに、シャレで見学って言ったら、別にもう見る必要ないみたいな雰囲気があるわけよ。いや、それはないでしょ、と。だいたいわかるでしょ、でももうどういうふうに。見ててもなんか、なんの、なんかこう、得もないみたいな。言い方すればこっちもちょっと熱くなるまあ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 。まあ何しろね、スカちゃんここまで来たので。オッケー！まあプレゼント。ありがとう、ヤギさん！誰に？俺なんで俺のワンなんすか俺。やすぎ。何それ山崎の欲しがってたらプレゼントってなってんの。ちょ、ちょうだいよ、早く。じゃあ、まずね。これだな。うん。ちょっと欲しいぞ、それ。第一章の前編のね。はい。特典ディスクって。いや、いらないって、それ。まず特典ディスクからあげる。いや、特典ディスクから見るやついないでしょ、だって。いや、特典見た方がいい。特典にないじゃん。一章、ね。注文の。一話から。一話ちょうだいって、まず。いや、ダメ、まず得点から。おかしいでしょ。使っちゃったって。そうでしょ。いや、これだって最後だよ、普通、得点って。ダメ。いやいや、だから、まあまあまあ。あげる順番、北極が俺なんて決めてたの。使っちゃんが来た場合はそれとか。そうよ。言われたらね。だって言ったらって1から4を先に上げるとかは言ってないでしょ。これだけ見てもしょうがないでしょ。まずそれ。いや、だから順番関係ない。あの役をどんな気持ちで演じましたか。だと、2人読めばいいんだと。やばいやばい、頑張んないと。頑張れ、頑張れ、ほら。ほんで、まずこれ割り合わなくないこれ。いや、だって今からあとすぐ読めるでしょ。うん。ええー。いや、何より俺は俺何ももらえないんですか今ね、スカッちゃん呼んだの、うん、その後に、はい、アブに電話したの。はいはい。そしたらアブ出なかったの。あ、出ないでしょ。なって。いや、出ないでしょって。何か知ってんの、スカッちゃん、その出ないでしょって。出ないでしょ。寝てないんだ。寝てないんだ。寝てないでしょ。設楽さんに電話してみたの。ここは、普段しない。そう、普段しないっていうところ。はいはい。そしたら、まあ、激震だったわけ。うん、いや、まあまあ、無理でしょうね。無理だった。あの感じ通用しないでしょ、だってその。しないしない。いやいや、そんな感じで言ってないよ、設楽さんには。いや、もう一回電話しめようか。うん。ね。出えへんと思う。いや、寝てるでしょ。いや、寝てないですよ。だってさ、今日は跳ねるのか。いやいや、寝てない。跳ねるって言ってたでしょ。跳ねるですよ。ってことは、一緒だったの？そうですよ。もう終わりも一緒です。あ、そう。だから多分家にいるとは思いますよ。なるほど。あぶも跳ねてんですよ、今日。そうですね。跳ねてた。母さん跳ねてなかった。母さん跳ねてなかった。跳ねてないんだ。寝てる可能性あるじゃん。おかげだ。かの寝るとかよくわかんないじゃん。確かにな。山崎の電話ってちょっと出ない可能性がある。そうなんですよ。あ、ほら。早いよ。早いよ。おかしいでしょ。早いよね。うん、これさ、ちょっと待って。連絡先などを山崎の電話は出ないけど、うん、もしもーし、山ちゃんでーす。そうやな。電話、これ聞いたら電話ください。でーす。これ、矢作さんやったら出るとか。怖い。あのね、俺のこと、中学生の子じゃない。あの、小木は、ゴルフ誘ったりするわけ。ああ、なるほど。あるね。だから、全然嫌な電話しないから、小木が電話したら出るんじゃない？確かに、俺の電話に出なかったことはないかもしれない。出ないでしょ。
いや出てないんだから。山崎の電話ってやばいと思うよ。そうですね、遊びの電話ってほとんどない感じですから、うん、いやちょっと待ってくださいって、うん、そう、小木のちょっと携帯にそれ付け直して、いやこれでいける可能性あるの。いや出ないでしょ、出てんの。着去に近いもんあると思うかといってならないっていうのもシャレなのかな。寝てるでしょ。いやこの時間めんどくせえみたいな、うん、あるよ、普段なら寝てもこの時間なの。だってちょっと不吉じゃん、うん、この時間に山崎さんに、はいはい、出向かなあかんはずやから不吉ってどういうことよ。だから、うん、可能性ちょっと出ない。なるほど、ちょっとかけてみるわ。ちょっと分かる、これ俺だって出てほしくないよ、うん、俺は逆に気まずいもん。うんね、やだね、これ出られるとね。これはいや、でもこういうことってあるじゃん、二度の着信音で、うん、いやあのちょっと薄い眠りになってきて次出るじゃん、うん、いやいや本当に出るの関係ない。なるほどね、そういうこと俺とか誰とか関係ない。電話してみるわ。いや、なんか嫌だな。もう知った、知った。ああ。出ない、電話欲しいですよね。出ないの欲しいよ。うん。うん。うん。まあまあ、そりゃそう。うん。もしもし。あ、もし、もしもし。アブ？はい。アブ？ああ、おぎおぎ、どうも。はい。おう、何やってんの？いや、家にいますけど。あ、ほんと？いや、ちょっとさ、アブと話したいっていう人がいてさ、ちょっと、いい？ちょっと変わって。ごめんね。ごめんね、アブ、ほんとに。うん。ちょっと変わんね。はい。もしもーし。山ちゃんでーす。どうしたの？あー、やっちゃったー。やっちゃったの？やっちゃったね。ごめんごめん。なんか気づかなかったみたいで。ごめんごめん。あー、やっちゃった。いや、俺のやつあんまならないんだよね、着信音が多分。ごめんごめん。な、どうしたの？うん。なんかやめなかったんだよ、寝たの？え？寝たの？寝てます、寝てます。うん、寝てた？寝てます。で、ちょっと今トイレに。うん。さっき電話したんだよね、一応、あの。気づかなかったの？あいやいや、あーじゃなくてさ、アブちゃん。わかるよね、空気的なもん。こっちの。アブちゃん。わかるよね、ま、空気自分がそうだったらって思ったら、いや俺だって出ないと思ったよ。俺だって出ないと思った。まさかね。しかもあの鳴り終わるのを待つんじゃなくて、結構カットインで留守電に入れたでしょ。カットインの方で結構自力の方が入ってたよね。そんなことないです。ない？あ、そう。ないです、ないです。うん。あー、まずいですよね。まずいよね、これね。とりあえず来ちゃおうか、じゃあ。アムちゃん。アムちゃん、とりあえず来ちゃおうか。ね。無理ですよ、無理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 。いや、無理じゃないでしょ、どう考えても。いや、だからこれで、アムちゃん。いや、だからこれでアムちゃんと今会って話さないと、もうギクシャクどころの話じゃないじゃん、だって。違うんだよ。電話の量は。違うんだから、やったなぁ、ね。そんなに良かったんだよ。俺、アブちゃんを狙ってる男みたいな感じになっちゃった。え？いや、もう、なんかその、あいつの、ねえ、やばいよね、これ。アブちゃん。だから、なんかなぁ、違かったんだよなぁ。何を一人で言ってんだよ。どうかなぁと思って撮っちゃったんですよ。何よりもさ、来ちゃおっか。とりあえず。アブちゃん、これはまずいでしょ、いくらなんでも。いや、アブちゃんだってもう、だからアブちゃん、アブちゃん言ってるけど、年上じゃない。でも大人だったらわかるよね、この感じ。こっちの、山崎の受ける衝撃。それは。2回鳴らしてんだから。それは。で、なんだったら2回目の留守電に行くの早いしね。で、これ留守電じゃないしね、伝言メモの方でしょ、あれ。伝言メモ？うん。あれって絶対自分の操作で行くパターンだからね。普通だったら留守番電話サービスセンターっていう話になるから。いや、あんちゃん誘導の方だもんね、あれね。ボタン押したよね。メニューから電源のみたいな。押してないんだってば。いや、押してないよ、押してるっていう、ほら、水かけ論になっちゃうから、うん、とりあえずあの TBS にいるのよ、今。TBS ラジオ。TBS に。うん。はいはいはい。今家？今家です。うん。じゃあ来ちゃおっか。
ね。いや、アメちゃんってね。だって、ほんのに。なんだって別に、だって何もしてなかったんでしょ？いや、何もしてないくないですよ。何してたの？誰かの電話を留守電にしてたんでしょ今。何かをしてたって言ったら。それで忙しかったんでしょ？それはだって、うん、そんなことは。いや、それはだってじゃなくてさ、アブちゃん。これはきついじゃなくて。ね、じゃあ今から会って、なんか生産した方がいいよ、お互いに気持ちの。無理ですよ。だってもう逃げる。いや、だってこれ時間経っちゃったらすげえ会いづらくない？逆に。これ一週間後とか、例えばどっかの現場で鉢合わせた時に、気まずくない？いや、気まずいですよ。気まずいよね。だから今、もう早めに処理しちゃった方がいいっていうかさ。違う、だってもう、だって時間が時間じゃないですか。いや、時間が時間じゃないでしょ。どっちかといえば内容が内容だよね。どっちかといえば。時間とか言うよりは。なのに、ねえ。変なの見つかってたっていうか。何、逆になんかもう今だから言っちゃえみたいな感じになってるけど、アブちゃん、なんかそのテンションで、いろいろと問題あるからね、これ。大変まずいです。今から向かってもらわないとまずいよ、それは。今から向かってもらわないと。無理ですよ。何ですか、TBS ラジオって。TBS ラジオの方にちょっと向かってもらっていい？いや、無理ですって。いやいや、無理じゃないでしょ、だって。あ、でも、パジャマ着て、もう、フーム入ってますもん。だって。おへいさんかっつんだよ。おへいさんかよ。芸人のこだわり方じゃないでしょ、どう考えても。俺がよく女の子にこだわられてる感じじゃない、それ。何よ、そのなんかちょっと、乙女な感じの断り方。だってもう、本当にもう寝るだけの状態ですもん。いや、睡眠をさ、邪魔されたのとさ、留守電にされるのってどっちがきついと思う？ねえ。留守電にしてないですもん。留守電にしたろよ。本当すいませんか、本当すいません。もう、だって今が本当まずいよ、本当来てくんないと。いや、だってね、だってね、うん、ニュースラジオってあったかですか？いや、これ人事社内の問題になっちゃうよ、逆に。まずいよ、ねえ、一回来て話し合った方がいい、本当に、これは。本当お互いにすれ違いがあったのかもしれないんだから。そうでしょ、アビちゃん。やだじゃないよ、本当に。ねえ。あって2時半ですよ、もう。もう2時半でもないよ、だって。ねえ。だから嫌だったんだって。だから嫌だったんだって何よ。何よ、だから嫌だったんだって。ちょっと待ってるからね、アブちゃん。待ってるからね。待ってるからね。待ってくださいよ。だって、嘘だな。いや、だって今こんな感じになって、俺が今待ってて、来なかった時のこっちの空気ってわかるよね。もうがっかりもいいとこっていうか、まあ、結局悪口になっちゃうだろうね、ヤブちゃんの。いや、そりゃそうでしょ。だって、こっちで待ってて、小木さんと行って、二人で待っててさ、アブちゃん来ないってなったら、それはもうなんかちょっと大げさな悪口になっちゃうかもしれないよね、そういう。あれもない。ない、だってそう。でも今悪口を防げるのは、アブちゃんしかいないんだよ。いや、早いからね、そういう悪口が広まんのって。そんな以前だもないもんだってね。いや、でもだってそうでしょ？これ巨人師匠だったらどうする？だって。本当巨人師匠じゃなくてよかったよ、逆に。本当に。俺もう今思ってんのは俺でよかったなと思うの、それが発覚したのが。巨人師匠だったらどうする？ねえ。巨人師匠だったら、だってそんなこんな時間にかけてこないの。いや、巨人師匠をさ、早寝早起きみたいな言い方やめてよ、勝手に。巨人師匠だってさ、はめ外す時だってあるでしょ、だって。ねえ。嫌ですよ、嫌ですよ。今もう待ってるからね、アブちゃん。本当に。本当に、本当に嫌です。いや、別に逆に言ったっていいんだよ、こっちは。だって本当に言ったって別に大したことないもん、嫌ですよ。いや、だっておかしいでしょ、だって電話断っといて、誘いも断るって。断ったんです。寝てたんですよ、寝てて、山崎さんので起きて。だってやっちまったって言ったじゃん。寝てたやつはやっちまったっておかしいでしょ。どう考えても立派通らないんだって、アブちゃん。今から向かってないじゃん。ねえ、本当きつい。本当に今から向かうことしかないのは解決策は。本当にきつい。本当にきついですって。本当にきつい。いや、だからそれからもうそういうのをじゃあもう全部リセットしちゃうかだよね。人間関係みたいなことを。いや、それは、ね。いや、でもそうなっちゃうでしょ。俺だって会いづらいもん、次から。
やー、もうやだなー。そしたらやっぱその、ね、山崎虻川 NG みたいな空気も多分出るだろうし。いや、俺って結構人に相談したりするから。うん、何？そんな仕事場で会わないです、みたいな。いや、でも広まるでしょ。嫌じゃない？他のスタッフさんがチラ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 さ、あの人ってスールセンにするらしいよって、かけて言ったら。だってそれを言っちゃったからさ、今度例えば普通にスタッフさんが電話した時に留守電になったら、あれこれ虻川嫌がってんじゃないかっていう解釈にもなるしね。例えばこれが10時半とかだったら行きますけども、うん、だってもう2時半ですもんね。いやでも2時半の留守電は OK みたいなルールおかしいでしょ、だって。そう2時半の留守電だったら常識でしょ、みたいな。で、結果、小木さんの電話出てるわけだから。なんかそれ現行犯逮捕ですよ、それ。間違えちゃったんです、マジで。防犯カメラに映ってましたよ、ほんと。間違えちゃったんだって。ねえ。いやでもほんと、アブちゃんお願いね、今から来てもらわないと。諦めない。ね。えー、いいね。まあ、早くしてくんないとやばいのよ、逆に。TBS のどこですか？あ、TBS ラジオ。TBS？ 赤坂のあの TBS ですか？うん、そう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 。きつい。ごめんね。タクシーで半分出すから。半分しか出してないんですか？タクシーで半分出すから。そりゃそうでしょよ。いや、だから、それで、解決したら全部俺が出すかもしんないけど、ね。企画ですか？何？企画ですか？これこれ。いや、企画でも何でもないよ。企画でも何でもない気持ちになってるよ、俺は。どっちかというと。気持ちって何？気持ち、これ何なんですか？最初は、流れてるんですか？最初は軽い気持ちでやってたけどさ。ちょっと軽い気持ちじゃなくなってるよ、こっちは。待ってください、これラジオですか？ラジオだったら30で終わるでしょ。あぶ？あぶ？はい。矢作ですけど。あ、何だ、お疲れ様。あ、今ね、ラジオでやってたのよ。うん。ラジオでさ、ちょっと山崎にさ、はい、ちょっといろんな人呼んでもらおうと思って電話してて、うん。こっちもなんかびっくりなのよ。山崎に電話してもらってさ、出なくて、はい。まあ、まさかと思って俺に電話してもらったら出ちゃったからさ、まあ、傷ついちゃってさ、だからまあね、その辺の肉しゃべっての二人でちょっとやってほしいんだけどさ。うん、で結局まあ来ないんだよね。そうですね。いや、おかしいでしょ。ハブちゃん。いや、今来ないと本当にあれだよ。あれだよ、もう遅いにはなるよ、本当これ。だって3時まで間に合わないです。ごめんなさいって言われてもさ。いつかフェリー乗り場でごめんなさいって言われても、もう遅いにはなるよ。これはもう。3時に間に合わないです。もう無理じゃない。ハブちゃん待ってるからね。ハブ川さん。はい。つかじですけども。はい、お疲れ様。僕も同じような形で来た。なんで？これって。これ来ないと、2、3日この時間に電話かかってきますよ。何ですか？スカちゃん来たからね。スカちゃん来てくれたし、電話も出たし、来てる人がいるから。スカちゃんは、寝ようとしたとこ来たの。そうですよ。うん。うん。待ってるね。待ってるとだけ伝えとくよ。わかりました。うん。じゃあね、待ってるから。はい、はい。はい、どうもー。来る感じじゃないの？いや、これまだわかりません。来てからでし、渡しませんから、これは。いや、がっかりですよ、ほんとに。いやー、ショッキングだったね。いやー、これね。いや、ダメだね。あれはちょっとまずいね。どうしていいの、次から。いや、逆にこういうのありみたいな感じにもなっちゃったらやばいのよ。ああ、なるほど。山崎の留守電にするのありみたいな。ちょっとね。呼んだらいいけど、俺来てどうやってアブちゃんと喋っていいかわかんないんだまあね。そうだよ。ほんと頼むよ、おぎやぎ、これ。二人の中みたいな。こういうのはちょっとおかしいから、ラジオネーム、かめっち。うん。おぎやぎさん、山崎さん、こんばんは。はい。やっぱ女子には嫌われてるんですね。メール来ましたね。女子っつったってさ。俺ちょこちょこ飲んでんだよ、アブちゃんって。いや、わかるよ、飲んでんの知ってるよ。アブちゃん、俺、アブちゃんさ、飲みでどうなってるかだよね。そうや、もう。いや、そんなことないよ。時間もねえなくなってきたら、どんどん行きましょうよ。どんどん行っちゃいましょう。ちょっとさ、上の人挑戦してみましょうか。お、上こっか、じゃあ。ねえ、もし、設楽さんやったでしょ。いや、じゃあ、もうちょっと上。大丈夫。もうちょっと上はいいでしょ。見たでしょ、設楽さんの感じ。冷や汗の感じ。だけど、その代わり、今回、もし、成功したら、2本いっぺんにあげちゃう。お、お、え？じゃあ、でも揃うってこと ?3 本中2本。おー !3 本中2本で。え、じゃあ、アブちゃん来て1本。次成功したら2本ってこと？次成功したら2本あげちゃってもいいよ。全部揃うってこと？全部揃う。そう、全部揃う。うん。誰よ？
宮迫さん。どうなの宮迫さんは。宮迫さん、うん、宮迫さんはどう、ないでしょう。ないでしょ、普段自分からまず電話かけたことある？いや、ないよ。ないよね。まあ、いや、でもほら、ね、電話番号聞いて電話かけないっていうのあるじゃない。あるあるある。てか、何よりもなんか、かけない、かけるづらいっていうか、なんかあるでしょ、そういう。いや、宮迫さん結構不眠症だから絶対起きてるよ。ああ、朝まで起きてそうなイメージありますよね。いや、俺が今悩んでんのは寝ないんじゃないかじゃないじゃん。聞いてる人もあるじゃん。やばい、時間だ。早く早く、しようしようしよう、電話。宮迫さん行っちゃおう。マジで？これ宮迫さんどう誘えるのって俺。すごいですよね。来たらすごい、これは。いや、宮迫さん違う、一巻だ。え？この第1話から第4話のやつあげる。一は大事ですよね、一番。一回かもね。まあ、でも第一話をもらえると一番いいじゃん。大変だったら全然ね。いや、でもさ、宮迫さん来んだよ、ここに。これ来たら二回でしょ、どう考えても。まあ、来たらね。宮迫さんやったら大したもんだよ。え、もういいの？じゃあかけちゃって。かけちゃって。どうしよう。ちょっと待って。いや、正直もう本当に結構一緒になったことあるでしょ。山ちゃんでーすとかないよ。いや、なんちゃん呼べればいいよ。うん、呼んでくれるよ。別に、そのキャラを守んなきゃいけないのはない。呼んだら、待ってよ。呼んだらいいんだよ。うん、大体先輩呼ぶって大丈夫なの？大先輩をさ、まあね。ラジオやってるんで来てくださいみたいな。でも最初飲んでるんで来てくださいみたいな。飲んでるだよ。飲んでるだよ。ラジオ聞いてください。飲んでるんですよ。いや、楽しみだな。今回は。わかんない、本当出ないかもしれない。留守番電話に接続。ああ、まあね。しょうがない、しょうがない、しょうがない。ね。でももう一回かけてみるのに。いやいや、もういいでしょ。ここもう一回やったら寝てるかもしれない。何よりも俺の辛いのは明日電話かかってくる可能性ある。だから関係なく。だからもう今かけた方がいい。いや、もうやだよ。今処理した方がいいです。絶対処理ってどういうことだよ。先輩みたいに処理。処理じゃない、やばい。いや、そんなに寝てんだったら2回は鳴らしてますよ。いや、だけど。まあ、だけど。本当トイレ行ってるとかもあるよ。昨日なんやったんとかのがちょっとあるでしょ。うん。え？昨日なんやったん。いや、昨日ない。いや、それだとまあ、最悪飲んでてとか。うん。いや、2回もない、ないやねん、みたいな。うん、出ないね。留守番電話。ああ、危ない危ない危ない。そっか、やっぱあれか。ああ、無理か。もう一回行っても俺はいいけどな。いやいやいや、それは、それはやりすぎじゃない？相川さんですら3回目で、3回目で。3回目出てるわけ。いやいや、アブちゃんと宮迫さんって違うだろ。いやいや、3回目。俺の感じが違うじゃん。アブちゃんと宮迫さんだって。じゃあ CM 行って、もう一回行って。やめた方がいいって。おぎやはぎのメガネビーキ、今夜のゲストはアンタッチャブル山崎。電話ばっかりしやがって山崎、こらこら山崎、こら山崎。金曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。そうだよ、俺はイタリアンだよ。さあ、CM をあげたんで、もう一回宮迫さんにチャレンジしてもういいですよ。行きましょう、行きましょう。ありますよね、3回目、虻川さんパターン。あるよね。いやー、ちょっと嫌な汗が来た、これ。よし。あ、おはようございます。はい。あ、どうも、あんたちの宮崎先生、どうも。おう、何や。おはようございます。大丈夫ですか、今。何度も番号してんの？はい。あ、ちょっと教えていただいたっていうか、前教えていただいたんですけども。誰に？いや、宮迫さんの方に。どうした？何や、こんな時間に。何や、どうした？いやいや、何されてるのかなと、ちょっと、すいません、やぼ遅くに。おお、どうしたんや、びっくりした、何や。宮迫さん、今何されてるんですか？今？はい。いや。後輩とかといっぱいと飲んでるけど。飲んでらっしゃるんですか？え？僕もですね、ちょっと今、赤坂の方で。赤坂？あ、そうなんですよ。で、ちょっと、お酒の方飲ませていただいてまして。赤坂？あ、そうなんです、はい。ちょっと仕事終わりの方で。
で、赤坂で。はい。で、宮迫さんと、ちょっとなかなか、飲む機会みたいなのが、ないもんで、ちょっとなんか、ぜひ、ちょっと飲んでいただけないかな、みたいな。え、有田に聞いた？いや、前、宮迫さんに聞いたんですよね。うそ、お前の番は、これ、普通の番号やったぞ。名前出へんかった。いや、これ、普通の番号ですけど、みんな。何やねん、お前。何じゃないですよ。宮迫さんに、以前教えていただいたんですよ。教えてないよ、お前。いや、本当ですよ、宮迫さん。いや。知らんで。だって入ってないもん、俺、携帯に。いや、入れてくれてないってことじゃないですか、だって。言ったとき。誰と飲んでんの？あ、今ですか？うん。あ、今のギヤギと飲んでて。お、そう。はい。で、一緒に、なんですか？ギヤギは知ってるよ。前飲んだことあるから。あ、ぜひちょっと一緒に飲みたいなと思いまして。赤坂やろ？そうなんですよ。もうなんかもう、どうですかね。赤坂の方は。土地勘の方は。行かへんよ。土地勘の方は。今からなんで赤坂行かなくて。すいません。いや、なんか宮迫さんを、なんかね、呼びつけるっていうのもあるんですけど、できれば一人で来ていただいて。違う。山崎。はい。はい、いや、仕事は用意してるけど。はい。別に俺、お前と仲良くないから。いや、そうなんですよ。ですから、これを機に、ちょっと、中の方を、深めていただけたらなと思いまして。いや、まあいいねんけど、急やな、偉い時間に、どうしたんや。やっぱちょっとお酒の勢い、多少お酒の勢いを借りてみたいなところなんですよ。やっぱ宮迫さんに電話するのは。ええやん、じゃあまだこの有田と一緒に飲んだらええやんけ。いやー、できれば、この、なんか、一世一代の後輩のわがままっていうんですか？うるや。かわいい後輩のわがままをですね、聞いて。山崎。何でしょう？ごめんやけど、俺はお前のことを可愛いと思ったこと言ってないから。いや、申し訳ない。すいません。可愛いと思って見てらっしゃるんだと思ってたんですけど。何が、知らんで、寄ってんのか、お前。いや、寄ってないです。酒は入ってますけども、そんな酔っ払っちゃいないんですよ。ですから、ちょっと今から宮迫さんに、赤坂の方に、まあ、一人で来ていただけたらなと思いまして。なんで行けないんですか？いや、怖いが、その先輩を呼び出すっていうのはおかしい話なんですけど。誰、ヤギと飲んでんの？あ、そうです。おぎやぎのヤギさんと、ちょっと飲んでまして。ヤギと？はい。ヤギと変わって何？ヤギは知ってるけど、俺。いや、ちょっと矢作さんにも、ちょっと内緒で電話しちゃってる部分がありまして。いや、ちょっとサプライズ的な、お前の誕生日だったんですよ、矢作さん。矢作誕生日やった？そうなんです。だから誕生日プレゼントしたらあれですけど、宮迫さんをサプライズで、いや、宮迫さんのこと好きなんですよ、矢作さん。なんで、ちょっと古い付き合いなんで、喜ばしたいなんていうのありまして。矢作よ。そうなんですよ。宮迫さん、今日絶対喜ぶ。急に俺行ったって、矢作気使わない。いや、絶対喜ぶんですよ。さっきも宮迫さんの話してたんで、こっちで。俺の話してた？そうです。ですから、今、宮迫さん来ていただいたら、まあ、宮迫さんの誕生日プレゼントっていうのもあれですけど、喜ぶと思うんですよね、矢作さんが。なんでやねん。すいません。なんなんそれ。いや、そうなんですよ。だから、なんなんてなっちゃうのかなと思ったんですけども、いや、今日しかないなっていう、この勢いを借りて。勢い？はい。ちょっと、山崎、ごめんけど、もう切っていいかな。いや、そうさ、切るのだけは勘弁しすぎですかね。山崎、ごめん、はい、おい、ちょっと酔ってるから言うけど、ほんまにしんどいわ。本当ですか？切っていいかな。え？あ、そうですか、すいません。本当のやつの場合は、でも多少こっちも酒でしんどいっていう部分もあるんですよね、こっち。こっちはこっちで。何やで、結局何やって。何これ、結局、あれです、一人で赤坂に来ていただけないかなっていうことなんですけど。赤坂？はい。結構あれですよね、親しみのある土地というか。え？宮迫さん赤坂とかで飲まれないですか、あまり普段。赤坂で飲むこと打ち上げぐらいしかない。TBS 感謝祭やったぐらいしかない。ああ、なるほど。じゃあ感謝祭以外の日は飲んだことないですか？感謝祭以外の赤坂を知らないってことですね、じゃあ。面白い。感謝祭以外の赤坂も熱いですよ。
はい。暑い。暑いです、赤坂。ちょっと、山崎。はい、映画でな、お前、どうぞ。そうですよね。ちょっと。はい。わかりました、すいません。じゃあ、ちょっと日を改めてみたいな、形の方で赤坂で。そうやな、はい、お前、ちょっと酔ってるやん、何や、どうしたい。すいません。大丈夫か。あ、大丈夫ですよ、すいません。宮坂さん、でも嬉しかったです、宮坂さんと喋れて。おぉ。ありがとうございます、今後とも一つ、可愛い後輩というところで。またちょっともっと酔ってない時に電話しておいて。わかりました。はい。で、シラフの時に電話させていただきますんで。わかったわかった、はい。ごめんな、いえいえ。矢作によろしく言うといて。わかりました。じゃあ今日プレゼントなしということで。はい、すいません。わかったわかった。はい、失礼します。はい、いいよ。はい、失礼します。無理だよ。いやー、ちょっと。よくいいね。よくいいね。ねあそこまで来るすごいよ。よくいいね。ギヤギヤよ、ほんとに。すごい、ほんと、疲れるよ。うん。いやいや、だから最後ちょっとや。宮迫さんは。マジですもんね。宮迫さんは。手前ですよね。いや、やっぱり酔っ払ってるし、うん、やばいよ。いや、怖い、ね。怖い人なんだから、きっともともとは。礼儀とかしてる人よ。いやー、これはもう参ったね。いや、頑張ったよ、でも俺は。いや、頑張ってたね。で、何よりもあんだけ言ってて、宮迫さんが後でこれラジオの企画だったって知ったらどうなんだろう。それが怒られるんじゃないですか。そっち怖いね。そうなんだよ。そっち怖いね。どっちかと俺もちょっと怖いよ。もう酔っていけるって言っちゃってんだから。俺らのラジオで遊んでて、しかも俺変わらず来て終わってるんだよ。まあ一応、矢作さんには内緒で電話したんだけど。まあ、まあでもね、はい。ちょっと、でも優しさ、はい、八木さん、この頑張りに免じて一回ぐらいあげてください。ほらちょっとそうだよね。一回いいでしょそれ。そうね。じゃあ一回はあげられないけど、その代わりと言っちゃうんだけど、プレゼントタイム。お、うん、それなんだろう、プレゼントタイム。来た。かくちゃんの用意して。おやってかくちゃん。かくちゃんいいの。ゼロ三のね。ゼロ三のよ。あ、そうなの？うん、ゼロ三のかくちゃんプレゼント。かくちゃん最近？最近。プレストだね。かくちゃん。あ、本当。あ、ちょっと一旦 CM 入れるから。ちょっとそれどころじゃん。ちょっと行っちゃっていいのもう。ダメだよ。CM 入ってから。早く行かせてよ。CM 入ってます。おぎやはぎのメガネビーキ、今夜のゲストはアンタッチャブル山崎。電話ばっかりしやがって山崎、こらこら山崎、こら山崎。山ちゃんです。はいはい、山ちゃんから電話だよ。山ちゃんから電話ってことはわかるよね。何言ってんの。なんてもちろんあげてもらっちゃうんだけど。逆に山ちゃんです。さあ、じゃあプレゼントタイム、各社に電話してください。オーケー。もう時間ないですからね。楽しそうだね。時間がない。宮迫さんとは打って変わってる。全然違うよね。全然違うよ。結構時間かかってるよ。スカッチャーだってやっぱ10分15分は用意してたし。そうですよ。しかも CM 中、俺もう帰っていいよとか言われて。言われたね、言われた。冗談じゃないですよ。いや、無理やり呼んじゃったから優しさとしてね。優しいでしょ。優しさよ、最後まで。なったった。はい、もしもし。はい。かちゃん、待ってんだけど。お疲れっす。待ってんだけど、まだ。え？待ってるよ。いや、今ちょっと。赤坂で待ってるよ。かちゃん。いや。かれこれ1時間経つよ。いや、言われてないですよ、何。いや、言われてないですよ、それ。誰勝手に、俺が、まあ、勝手に待った方が負けってこと？勝手に待ってる方がバカみたいな話それ。いや。何してんのよ、だって。近くにいないの？3人で。うん。いや、稽古場ですよ、今。3人の？3人の？ 3 人で稽古中です。はい。来ちゃおうか。赤坂、赤坂。赤坂稽古は今。いや、いい稽古場見つけたのよ。いい稽古場見つけたのよ。いやー、いや、こっちの方が絶対やりやすいって。こっちの方が絶対やりやすい。いや。いや、稽古場自体が面白いんだから。稽古自体も面白いんだから絶対いいネタ作れるってこれ。母ちゃん。はい。どう今から赤坂。じゃあ、3人で話し合って、結果をちょっと教えてもらっていい、はい、待ってるね。ちょっと、うん、ちょっと一回ちょっと、うん、3人で考えてみて。はい。うん。はい。じゃあ、取り返せばいいですか。うん、まぁ、あ、今そこで話し合っちゃっていいよ。はい、結果は絶対こっちに聞かないようにお願いします。今電話したんだけど、うん。大丈夫か。うん。山崎から。うん。
時までに、何時、何分後ぐらいに向かえばいいんですかね。今すぐ出てもらっていいかな。今すぐ、ちょっと、5分後ぐらいに出る感じでもいいのかな。オッケーオッケーオッケー。じゃあ最後、塩、立ち合わせて。あ、で、できれば5分ぐらいで来てほしいんだよね、時間的に。5分ぐらい。今、東高円寺ってこと？そうです。あ、そう。じゃあもうとりあえず来て、うん、向かって。赤坂？うん、赤坂。じゃあ TBS ラジオね。電話すんで。TBS ラジオ。の、下に行けばいいの？じゃあ、うん、電話すればいいの？うん、電話して着いたら。ほ。わかりました。3人で来るね。3人で向かいます。はい、どうもー。じゃあねー。あ、すごい。来たー。すごいよ。3人やった、3人だよ。3人来た。かくちゃんだけじゃないよ。飯塚さんと豊本ちゃんもよ。これはちょっと来てもらって間に合わないから、これはちょうど俺はポッドキャスト撮るから、うん、ポッドキャストで登場してもらおうか、じゃあ。うん、ね。これいいの？ポッドキャストで登場でもくれんの？これ。うん。ね、うん、ちょっとメールが来てるから、うん、おっぱいピー、うん、皆さんこんばんは、はい、もうちょっと塚地さんに絡んでください。ほんまですよ、かけてるか、俺いないペイにならなあかんから、ほとんど喋りてますよ、来たわ、ええよ、ごめんごめんごめん、そっかそっか、ラジオネーム天神兄弟、おぎやぎさん、山崎さん、こんばんは、はい、この内容は、おぎやぎさんのラジオでやるべきなのですか？人番でやってもいいじゃないですか。そうだね。そうだね。俺らのこれやるのおかしいんだよね。まあ、ね、今度のスペシャルリーグ、人番でやってもいいの、ね、俺、人番でも呼ばれて来てますからね。あ、そうなんだ。本当ですよ。だなるほどね。じゃあ、せっかく今東京でさ、あとアブがもうこっちに向かってるから。そっか。もう来たら、ほら、じゃあ一応、ポッドキャストの方に出ていただいて、うん、ちょっとじゃあ。いや、そうだよね。そこで来たっていう証明が取れないとくれないわけでしょ、うん、そう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 。だから、リスナーの方はそれをチェックしていただければいいけどね。まあね。うん、じゃあ一応、かくちゃんは、じゃあ一応、来ると。3人だ、3人だ、ね。すごいな。3人か。3人来るからね。足りないじゃん。プレゼントタイムだったね。注文足りないじゃん、って。いや、あれ、かくちゃん1人で1巻だから。だから3人でも1巻だから。3人で1巻なの？ 1 巻よ。一緒だから。何それ、あそこ1人も3人も一緒だから。いや、東京ゼロさんの価値低くね。3人も1巻。かわいそうでしょ。東京ゼロさんの価値は低いよ。さあ、今日は頑張っていただいて。じゃあ、もしかしたら最後全部手に入るかもしれませんから。ね。いや、頑張ったよ、本当に。はい。あと、この後、金曜ジャンプ2極楽トンボ加藤浩次の吠え玉、うん、今夜は、ここにこの田中さんと、できたことでおなじみで、木下ゆきなさんの、へぇちゃんとしたゲストなんですよね。こちらはちゃんとしてます。こちらはちゃんとやってます。電話で呼ばれたんじゃないの？電話で呼ばれますね。こちらの方も楽しみに、はい、聞いてください。じゃあ、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。毎週金曜深夜1時 TBS ラジオで放送している金曜ちゃんがおぎやはぎのメガネビーキポッドキャストです、はい、今日の放送、うん、山ちゃんのテレフォンチャレンジということで、はい、引き続き山ちゃんと塚ちゃんを一緒にやっていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。塚ちゃんはね、まあ本編では呼ばれて、うん、来た割には全然なんかいじられてないし、喋、ね、られへん、喋られないからね。塚ちゃんってあれなんだね、あんま普段喋んない。いやいや、そうじゃないでしょ。そういう風に思われてますよ。このメガネビーキを聞いてるリスナーは。電話して喋らないなら、おぎさん分かるでしょ。電話してるから俺がいるっていうのを分かるようにせな。こっちは分かってますけども、でしょ、リスナーからしたら。でもなんかそういうことで喋んなかった。そりゃそうでしょ。いや、僕自身は人なのかな。次からずっと電話してるし、高倉健さんみたいなね。いや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 、違いますよ。でもこっちで帰ってもらってもよかったんだけど。いやいや、それがおかしいです。聞いて無理やり来てんですから。いや、でも本当になんか自分の中で自信になったね、今日は。まあ、どういう意味でですか、ね、呼べるんだな、俺って。まだまだ。確かに、すごい、こう、頑張ってたね。うん。うん、DVD 欲しかったのが、まあでも、ポッドキャストしか知らない、聞いてない人はちょっとわからないので。そうですね、内容がね、僕は。まあね、なんでいるのかなって、ちょっと説明しますと、うん、はい、山ちゃんのテレフォンチャレンジということで、はい、山ちゃんはね、うん、言葉巧みなね、そうそうそう、話術で、はい、アンタッチャブルの山ちゃんって言ってくれる。アンタッチャブルの山ちゃん。山ちゃんのパワーバランス的にはね、やっぱ今何回キャリーだ、山ちゃんの山ちゃんから。
アンタッチャブルの山ちゃん、山崎はね、すごいんです、話術が。うん、呼び出すね、はい、電話がね。すごいよね。で誰でも呼べるってことで、はい、放送中に呼べるってことで、呼んでもらって、そして今、ドランクドラゴンの塚ちゃんが来てると。はい、いう状態で。ですからね。本当に来れない状況を持ってきますからね。そうですよ。四面楚歌ってこれやっていうぐらいもう追い詰められて。まあまあね。普通、普通なんだねとか、そういう。山ちゃん。そこやっぱ引っかかりました。引っかかりますよ、それは。チェックアウトがその普通って言葉ですよね。芸人弱いでしょ、それ。でも来やすいよね、うん。イエスって言えばいいんだから、最後は。そう。いや、そうですよ。イエスに誘導してあげる。選択肢がもうなくなってる。そう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 。だから楽だよ、ね。そう言ってきゃいいだけなんですか。そういう意味では、誘われる側としてはね。まあね。ただね、本番でちょっと読み切れなかったメール等あります。はい。山崎さん、はいはい、これちょっと嬉しいメール来てますよ、やっぱり。そういうのお願いしますよ、ほんと。嬉しいメール。ラジオネーム、アナルートさん。おう。小木さん、矢作さん、山崎さん、あと、塚なんとかさん、こんばんは。塚地ですよ。塚地です。あんま印象残ってないですね、そこはやっぱ。なんやね。今週のラジオ、今まで聞いたラジオの中で、一番面白かったです。おぉ、マジラジオの中で、ラジオの中で。すごい、いろんなの聞いてますよね、絶対。山崎さんがリチャード・ウォールの、うん、クリームネオのまんまじゃないですか。普段からこんな人なんですね。ますますアンタッチャブルが好きになりました。あらーすごいすごい。おぎやぎのラジオ聞いてて俺たちを好きになってくれたんだ。そうです。まあ、ないですよ。ラジオネームポンチョ佐藤、うん。おぎやぎのお二人、山崎さん、塚地さん、こんにちは。はい、今日の山崎さん、うん、なんかかっこよかったです。おお、うん。この企画、月一でやってほしいです。大変だな、これ。大変ですよ。大変だよ。月一で。いや、おかしい。いけるって何ですか。スカちゃん、月一来れる。山崎さんの話でしょ。俺ばっかりかかってくるとは限らないし、俺も、もし次回やるとしたら絶対来ませんからね。でもそれでもやっぱ追い詰めていくからね。そうや、まあ、ね、それを来るのがやっぱ山崎の電話ですから。いや、そういうのが本当よ。そういうのがありがたいよ。大人気、ラジオネーム、リンダマン、うん。すごく面白かったです。うん、これからも定期的に、山ちゃんです。開催してほしいです。ほら、いや、でもこれは本当、おぎやぎのおかげだね。いや、もう面白そうでしょうね。いや、そういう最初はね、なんか、この悪魔みてえな。いや、チンピラに絡まれたみたいな雰囲気から始まったけど、こうやって、あ、やっぱ誘うのがうまいんだなっていう感じに、そう、評価してくれてるわけでしょ。あ、リスナーって言われてんだから。リスナーはそうでも、かかった人全員が嫌な気はしてますからね、絶対。まあね、受けた電話を受けた側の人間は、まあね、いやそんなことない、来てみて結局楽しいんだから、だって寝てるだけだったんでしょ、この後は。いや、まあまあ、そうですよ、そうですけど、でもこうやっておぎやぎとかと喋れてさ、うんうんうん、だから寝てるよりはね、寝てるって何もないからね。まあね、まあだから僕は来た側やからまだいいですけど、設楽さんとか、うん、まあこれから来るかどうかの虻川さんとかは、うん、もう嫌な気はまんまやと思いますよ。いや、そんなことここに来るまでに、ね、そんなことはない。まあね、確かに気はね、うん、うん、そしてラジオネーム大阪ベイブルース、放送お疲れ様でした、うん、思ったんですが、うん、結局そこにいるのは人力車だけですね。おやすみなさいと。そう、まあまあまあ、山崎さんの実力もね、結局人力車だけにしか、結果すごいうまいうまいなんて言われてるけど、お山の対象で呼び出すのはうまいなんて言ってるけど、はい、人力車しか来ないみたいな。いや、でもそれはチャレンジはしたじゃないですか。いや、してたよね。だって設楽さんはホリプロ、うん、で宮迫さん、宮迫さんは吉本興業です。まあ、チャレンジしてましたよね、はい、でもそれはあと、まあ、まあ、なかなかね、条件がおかしいですよ、だって。はいはいはい。先輩を誘うのに、来いっておかしいですよ。来いって。しかも、一人で来いって。噂によると、松本さんもいたらしいですよ。何なんですかね、いや、あと忘れてる。忘れてるけど、竹山さん。あ、竹山さんね。今頃ロケしてるでしょ、だって。あ、出なかったんですよ。ロケ中で。ロケ中で。はいはい。もうもうロケもう始まる寸前だった。2時5分前ぐらいに電話して、はいはい、2時5分からロケが始まると。だから、一旦抜けてこないみたいな。惜しかったのよ。すごい惜しかったんですか。惜しかったのに。あと、そのロケでそのバカなふりして、その TBS まで来ちゃうのに。そういうね、めちゃくちゃいろんな提案をしたんだけど、でも結局だから、で、人力車以外も、いましたね、うん。竹山さん、設楽さん、いや、まあまあ、来なかったけど、来なかったけど。いや、だからこれが難しいのかな。人力車の先輩ってなると、うんうん、あんまりいないじゃない、うんうん、俺から先輩したらもうアンジャッシュぐらいだから。そうそう。おわしんと確かに。そうそう。でもアンジャッシュもそんな先輩っていうほどの、まあ、人力車って緩いじゃない。でもアンジャッシュは来ないね。来ないな。ああ、二人とも来ないっすかね。まあだから、
小島さんあたりに電話してほしいけど、だ渡部さんのがまだ来るよね。来るよね。渡部さんのが来るよね。可能性としては。小島さんは来ないよ、ね。来ない来ない。自信ないでしょ。呼ぶ、うん。まだあんまりさ、こういろいろとさ、うん、わかんないけど、こう来い来い来いみたいな、うん、あもう追い詰めると、うん、ぶん殴ってくるから、ね。手出すよ。言っちゃいます。手出すからね。電話でもあるからね。電話でも手出すの？電話でも手出す。怖いね。電話で手出してくるんだ。ぶん殴ってくる。電話が揺れるんだ。揺れる。ほっぺたにボーンってぶつかるんだ。風が来る。怖いな。これはダメだね。これじゃあ。じゃあ、やっぱりまあ、今んとこね、今日は人力車大成功の巻きかもしれないけど、今後いや、でも他は、クロちゃんとかね、例えば。あ、はいはいはい。クロちゃんいける。いや、クロちゃんはちょこちょこ、呼び出してる。あ、そういうの呼び出してる。呼び出してまあまあ、最近はないけど、この辺。最近じゃない。うん。クロちゃんもいけるし、うん、岡田さん。あ、マスター岡田の。マスター岡田の岡田さんいけんじゃない。マスター岡さんの岡田さん。岡田さんは意外に出てこないみたいなとこあるからね。そうちゃいます、みたいな。ああ。こんなんもう今度でええですやんか、みたいな。なんかほら、ちゃんとうまくはぐらかすみたいなね。マスターさんは？マスターさん無理でしょ。だってさ、あっけなく言うけど、ちゃんと戦うダメだろ、ね。マスターさん無理。マスターさんもちょっと今日言ってほしかったね。パターンとして。マスターさんマスターさんっていうパターンね。もしかしたら意外に。いや、そうだ。やっぱ兄貴肌。ギリ型そうですよね。そうだね。こういうのマスターさんとかって多分、やっぱちょっと頼れる先輩って感じがするから、もしかしたらもう、こう、本当お願いしますみたいな。一回でいいんですみたいなことを言ったらもしかしたら来ていただけるかもしれないね。なるほどね。松田さんのそういう男気みたいな。なんかね、松田さんはありそう。うん、確かに岡田さんのがないね。そう考えるとね。そう考えるとね。なんかスパッとしてそうじゃない？あるぞ、スパッと来ないもん。絶対来ないそうな気がする。うん、そういうノリで来ないそうだよ。そうなんだよね。来そうな感じするけどね、普通に見てると。パーンとか言ってね、出ません、出ません、みたいな。そっちのごまかしでいくわけだよね。ある。出ちゃうんじゃないですか、なんて言っても。岡田さん難しいかもしれない。有野さんとかどう？有野さん！有野さん、浜口さんだったらどっち？うん。よい子さんだったら。あ、でもそれでも意外に有野さんじゃないかなって思っちゃうよね。いや、あの男は来ない。俺は来ない。有野さん来ない。有野さんは来ない。でも浜口さんは、なんかほら、ナチュラルな人じゃない。うん、ナチュラル。本当に行きたくねってなったら、行かへんよーとか言って、なんか明るく来ないみたいなさ。いや、お世話俺は浜口さんが来ると思う。崩していけば来るんじゃない？ああ、そう。あの有野さんはもう、すごいよ。いやでも逆にね、逆に小木はぎはさ、うん、呼べんの？ん？呼べる自信あんの？絶対これは呼べるっていう、なんかいる？いや、呼べる引き出しみたいな。俺がそういうことやりたくないもんだって。切られるから。そう、俺ね、それすごい考えちゃうんだよね。いや、だからさ、どうかなって、ね。例えば、じゃあ、しつこく言って呼ぶんじゃなくて、例えば人望として呼べる人間っているじゃん。例えば、あ、矢作さんが誘ってくれるんだったら、行きますわ、みたいな。全然あるよ。A でしょ、どうせ。A 子でしょ？ A 子？ああ、A 子以外だよ。A 子は誘いすぐ来るじゃん、なんて。まあまあ、それは A 子はね。すぐ来る。A 子すぐ来るよ。A 子だってもう。いや、それだって山崎でしょ、まず。山崎来るでしょ。いや、わかんない。いや、山崎はすぐ来る。いや、逆に呼ぶかもしんないよ、こっちに。いや、山崎使っちゃう来る。俺はね、つかっちゃん電話して断れた経験あんまないもん。俺、来ちゃうなぁ。うん。つかっちゃんは来るよ。はい。で、あと東京03ね。うん、同じじゃん。何やっても同じ人しか揃えへんし。俺マジでやって同じ人しか集まらない。ひでえな、これ。ひでえな、この人間関係。どうも。あーおーおー来たーアブだ。遅い。アブちゃん。いいと思ったんです、もう。やばだな、隣。何が大問題？大問題。あぶ、待ってた。これ本当大問題だね、今日。これはやばいですよ。だから、おかしくなっちゃうの。これはちょっと問題出てきた。ここはね。違うんですよ。まあ、これね、ちょっとじゃあ説明させていただきましょうか。お願いします。あぶちゃん、今、北京の虻川さんが来たんですが、あぶちゃん、ノーブラじゃない？何してますの？ノーブラじゃない？何してますの？こっちしちゃってんの？こっちしてんの？もう。もう、ちょっと、ぼっちしちゃってんの。ジャージを
越してポチッとなるって何してるんすか。どんだけすごいな。あじゃあどんだけ乳首立ってんのと思うんですよ。ブラ切る時間はあるでしょうよ。すごい、そうなんですよ。あ恥ずかしいのわかるけど立ってんだね。アブちゃんなんで来たかっていうとね、まあアブちゃんを山崎が呼んでくれたんですけど、まあ山崎が電話して出なかったんだよね。2回コールして。すぐ留守電なんですね。そう。だけど、このアブちゃんのことだから山崎、まあちょっとよく思ってないから。はっきり言っちゃう。そう、許すなんじゃないかっつって、おぎが電話してみたら、まんまと出ちゃったわけだね。で、ちょっと変わるねって言って、ちょっと普段と違う、なんかギクシャクっていうんですか。まあ、遺恨残しちゃうですね。これ、このラジオじゃなかったら分かってないですもんね。まあ、そうです。おぎさんと山崎さんが別々の場所にいると。だから結局、あん時もそうだったんじゃないかっていうことになって、全て疑っちゃうよね。だって、ほら、その前、ね、俺が個人的に電話してる時も、留守電とかあったわけよ、ね。あったんだね。そうなっちゃうとっていう、遡っちゃうよね、この問題に関して。全てが。そうちょっとやっぱ。全てがなんかこう、ギクシャクしちゃうっていうか。なっちゃうけど。そのギクシャク以来、なんか初の。ちょっと待って。ね、うん。DVD あげるわ。あ、そうだ。アブがさん来たから。そうだよ。アブ来た。アブはね、アブこれだ。5話から8話。なんでいいねえ。5話から8話もらっても俺見ないじゃん。5話から8話。いや、だけどアブは来ましたんだから最初から俺の中で。アブが来たら5話から8話って。言ってくんねえかな。それだったら。いや、そういう、難度的なもので。それ誰なのよ ?1 話から4話は。1話から4話は、来ましたの。いや、来ました誰よ。これは、宮迫さん。いや、無理でしょ、そしたら。俺寝れないじゃん、それ。1見れないっておかしいでしょ。見ないよ、まあまあ、でも大丈夫、大丈夫、大丈夫。元8見ないよ、大丈夫。大丈夫、それ今そんなことよりかも、この2人のさ、そうですね。アブちゃん、アブちゃんっていうか、ノブラのアブちゃん、ノブちゃんっていうのノブちゃんっていうんですか、ノブちゃん。この人。ノブラの。ノブちゃんいるんですか、今日はノブちゃんなのかな、ノブラだから。なんですけど、まさかわかんないだろうな、と。いや、ほんとそうよ。これはね。どういうことよ。え要はだってもう俺もうその想像しちゃうわけ。アブちゃん家行ったこともあるから、アブちゃん家の多分机の上とかに携帯が置いてあって、ブロロってなって見るわけじゃん多分、はい、まあ見ますよね。でアンタッチャブル山崎っていうのを確認して置くわけでしょ、うんうん、ないし、こう自分でそうして留守電にするわけ、はい、そのショックったらない、うん、2回してますからね。しかも2回目が早いよ。早かったね。全然早いのはそれは本当に関係ないです。私は何も触ってないです本当に。いやだからやっぱ結局触ってないってことは自分の口ではっきり言っちゃったけどじゃあ来たら来たでこうなるからさ、起きてはいい。おかしいでしょ。来たら来たってこうなるわ。それおかしいでしょ。嫌なんだな。本当嫌なんだよ山崎が。あの臭いの本当に山崎嫌なんだよ。これは来たら来たでこうなる。ショックだね。来たら来たでまた怖いでもなるし。いやでもおかしいでしょ。あれやられてみ自分が。わかるわかる。まあ自分やと思うと辛い。辛いね。これは酷な企画でした。そうでしょ。だからいやいや、酷な企画でしたよじゃないよ。俺にも酷だよ、こんなの。いや、だから俺は本当になんかもう、やっぱその、なんつーの、ごめんなさいだけじゃ済まないとこってあるよ。ほら、またやだよ。ほら、またまた別に何もしないよ、今まで。なんかあるな、これ。アブちゃんから何か巻き合ったことなんてないでしょ、俺。だからさ、こういうのはお互い話し合った方がいいから。いや、そうですね。山崎にも意見があるだろうし、アブにもあるから。じゃあ山崎のもう直してほしいとこっていうかさ、そういうのをさお互い話し合うってどう？かくちゃんが電話。かくちゃん。もしもし？センスさん。あ、そうなんだ。もう終わっちゃったんだよね。もうとりあえず大丈夫、とりあえず大丈夫になったのよ。あ、それ。ちょっと待って。何？かくちゃん電話つなぐ。かくちゃんもね。かくちゃんと。かくちゃん。かくちゃん。もしもし。もしもし。あ、かくちゃん。もしもし。はいはい。もしもし。着いた？今着いたよ。あ、本当？ああ、じゃあ今から上がってきてほしいんだよね。今あれでしょ、フジテレビの下でしょ。フジテレビの下で待ってますよ。フジテレビの下にいる今。いやいやいや、TBS。え?TBS でしょ?いや、フジテレビ。
いや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 、マジで言ってたよ。いや言ったじゃん俺フジテレビって。いやそれは言ってないよ。フジBSって言っちゃったかな俺。フジBSなんですよ。TBSってはっきり聞いたよ俺。ああ TBS 来ちゃった。いや言ってたはっきり言ってたよ。あ本当。でも俺のちょっと稽古稽古の時とは切り上げたんだよ。あそうなんだ。寝てなかったからかもしんない。間違えちゃった。いやいやいや、それは困るよ、ちょっと。これは困る。なんで来てまでそんな意地悪するんだよ。終わんないですからね、本当に。まあ、ないよ、これな。で、とりあえず TBS 上がって来てもらっていい？上がる？中に？2メーターを越す大男が迎えに行くから。すげえの行くな。一発で分かる。よろしくね。はい。はい。はい。ねえ、3人来てんのかな。来たよ来たよ、かくちゃんが、ね、来たね。すごくない？結局来たね。結局遠いとこから来ましたね。ね、だって普通の人がこの時間で、普通に考えてよ、はい、夜中、来るって相当よこれ。だって今ねこれ3時半ですよ中の。なんで呼んだんだこれ。絶対人望じゃないですからね山田さん。これ本当にそうだ。なんでよ。あと何日続くって言ってたやつが今日来ないとあと何日続くかっていう。そうかそうか。脅しじゃないよ。脅しじゃないよ。そんなことじゃないんだ。いやそんなの。でも逆にすごいよね、人望ではなくて来させるっていうのは。逆にすごいかっこいいよ。いやそんなことないって。これまだラジオやからいいですけど、僕は本当に TBS の下まで何回も来てますからね。ああそう。送って帰るっちゅうて、TBS のラジオあるから途中で降ろしてあげるって言われて、ちょっと下まで来てくんないっつって下まで来て、ちょっと上まで来てくんないっつって上まで来て、じゃあお疲れっすって言われて、そこでお疲れがもうほとんどなんです。分かるね。分かるよ、ラジオじゃなくてね、プライベートのね。それは常に最後まで使っちゃうと痛いっていう気持ちや。今のね、まさに使っちゃう。その来てたの、ラジオネーム拓郎から。ね、皆さんこんばんはと。虻川さん、結局来ましたか？来ましたよ。山崎さんの電話をしかとしたところを見ると、山崎さんのうざい電話は、今回が初めてではないと思うのですが、今までに山崎さんにどんなひどい目に遭わされたのか教えてくださいと。ひどい目なんて合わせてないって。使っちゃうも今話してくれましたけど。ね。なんか、裏返しよ、ほんと愛情の。いろいろ具体的にあるんですけど、なんかパッと思いつくのがとにかくしつこい。人が嫌がってるのをなんか喜んで、そんなことはないよ。すごいしつこいんですよ。趣味の悪い、そんな趣味の悪い人間じゃないよ。いや本当になんかあのライブの前とかに、なんか、なんでなんかどこどこで滑ってたとか、そういう話を。いやそれはどこそこで滑ってた。あれあれあれ。おはようございます。ゴルさん来たの？こういう運のない人だ。ちょうど虻川さんの話になってる時に。東京さんの話したんだけど、東京でさ3人揃っちゃったんだ。来た。何これ、すごい、本当にすごい、これはすごい。今日これが山崎がですね、山ちゃんチャレンジということで、本番中に電話して呼び出した方が全員揃いました。ドランクの塚っちゃん、そして北陽の虻ちゃん、そして東京ゼロさんは3人全員。お願いします。これ言っときたいですけど、あの別に軍団でも何でもないですから。確かに。いやいやいや、嫌なのね。そんなことないでしょ。ということで東京ゼロさん3人来たので、山ちゃん9話から12話だからさ、プレゼント肝心なところはないんだって。肝心なところ、1話から4話っていうのはね、宮迫さんだったからね、あれはね。いやちょっと1話から4話ちょうだいって。いやむしろこれと1話と4話交換してくれよ。だこれ箱も上げるから。やばいよ。箱は貴重ですよ。箱貴重よ、僕。だって1話4話見なきゃ、だって始まんないじゃん、これ。これがね、ちょっとなんかあげれないんだよね。これもだから、虻川さんもゼロさんも意味わかんないですよ。そう、でももうちょっと説明をしていただけないと。おかしいでしょ。来た俺ら別に何もなくて、山崎さんに DVD が入っていくんですよ。いや、来た方が普通あれでしょ。そうでしょ。そういう企画なんでもしょうがない。俺だって言ったよ。何が、なんかあげてくんちぇって。くんちぇって何だ、お湯の。くんちぇってね。フラガールじゃん。フラガール。北朝鮮に何かあげてくんちぇって言ったけど、ゾロもガンとして聞かないんだもん、おぎやぎや。だから、
俺が代表してもらって代表って何いや、そのしたところだって肝心のところもらえてないんだから俺は何格好になるいやだって DVD ボックスの1巻から4巻がないんだよこれ始めらんないですよねいやだけどそれやだそうでしょそれやだ急に見えないでしょ24時間途中から20時間になっちゃうんだからこれ、ね、そう物語が相当動いてますもんねいやそうよいやうんじゃなくてさまあでもこれ決まりだからね、まあ、決まりはそうだよ変えられないよ東京ドルさん来たけどそろそろ終わりじゃん単独が近いんですよ芸能人なんですよ見上げてきたショートキャストってあの普段あの15分ぐらいしか撮ってないから、うん、で今日ちょっと長めにもう20分くらいやっちゃって、うん、もう25分休んでるよね、うん、もう来たけどちょっとあの何これなんで呼んだんですかいやでも別にポッドキャストじゃなくても別にお話しすればいいじゃんみんなでポッドキャストじゃなくてもまずみ練習してたの本当に真面目にじゃあちょっと見せてくれよ何だよ今見しちゃったらわけわかんないポッドキャストなんだそれ単独前にやだよ練習もそれやります当日までにどう完成できたらいいやいやいや今ちょっとできるやつあるでしょ山ちゃんもし東京ゼロさんに一ネタやらすことできたらこれあるかもダメですよ単独じゃないですからいやいややってよだって一ネタやってよじゃないでしょあじゃあ結構じゃあ逆に相当面白いんだね本番そういうことじゃないそういうことじゃない相当面白い何その言い方すんだよいやだって相当だったら出し読みしみするってことは本番相当笑えるってことでそんなハードル上げないでしょ吉川さん言ってよもういやだったら今ちょこっとやってさあとでまたあこうなったんだみたいなとこ見してもいいんじゃないのポッドキャストを聞いてるみんなに聞いたことないでしょちょこっとやるっていや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 だからほらネタって変わるもんじゃないまあねその前に一個聞きたいことがあるのよ、うん、あの疑問になってる疑問があるのね、はい、あのほら、ラジオネーム、うん、ガンバニジー、うん、すぐ来たじゃない、うん、東京ゼロさんの3人は、うん、ライブの稽古中だったんですよね、うん、そうですよああ単独ライブのねなのに、うん、なぜあんなにも簡単に来ることにしたのですかっていうのは知らないからでしょその人は、うんうん、もうどんだけあがいたって、うん、無駄な時間を過ごすだけ電話が長くなるだけやらなるほど知らないからそんなこと言えるんですよあそっかそっか結局どうせ行くんだから30分粘ったらどうせ行くんだからすぐ決めちゃうと、うん、そうですよあそういうことそうだんだん短縮されてきたんですもう過去のいろんな回数やり取りのうちに何度もあがいたんですよねあがいたのねそういうことならネタ作り中とかに電話かかってくるんですよでさきちゃんが電話取っていやいやいやで あ山崎だって分かりますもん最初のいやいやいやあの諦めた感じがいや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 っていうはいはいはいだから着信見た時点でもハッとしたんだよ稽古シーンやばいうわーっと思ってそれいやこれがね、うん、山崎がさ、はい、一番の先輩だったらさ、うん、そのなんか後輩のね、はいはいはい、だから、うんうん、先輩の風でさ、うん、やってるように見えるけど、まあねね、僕とか虻川さんはそうなんですよなんですけど、うん、あそこの先輩だからね飯塚さんとかそうきっちり先輩ですからね先輩だから芸歴も上年も上きっちり完全なる先輩ですよね年も芸歴も上なんだよねそうそうそうそれは本当に完全だよ、ね、そうそうそう何も上ね何もかもただ収入は俺だうわ最悪最悪だよだね、ものすごい感じ悪いよそれ、一番欲しいものその顔見したい損してるよそれいや最悪だわじゃあちょっとね、うん、盛り上がったところで、東京ゼロさんの稽古ほやほやだからやんないっつやんないっつの、はい、次の11月にある単独ライブのやつのそうです新ネタよくあるでしょあのビートルズの曲でもさ、はいはい、あのレッド・イット・ビーになる前の曲みたいな大事な貴重なテープが見つかったみたいなねだからこんな東京ゼロさんがお亡くなりになったとかね例えば教団に倒れたとか教団に倒れた可能性は教団に倒れるんですかファンに撃たれたみたいなみたいな時にすげえ信者で貴重になるネタでございます皆さんやらないですよ心して見ていただきたいです本当にちゃんと小木さんも、まあはい、ちゃんと心構えはちゃんとできてるはいできてます大丈夫、はい、大丈夫八木さんいやもう触りでもやらしたらこれあの、うん、じゃあ1話から4話ちゃんと見れるね人の、うん、人のネタちゃんと見れる、うんはい、大丈夫塚、うん、ちゃんは大丈夫いや僕は見れますけどやらないような気がしますけど、ね、そうなんだよねそこは普通はやらないよ普通は普通は出た出た、うんはい、見る心はありますけどやっぱそれは悪いこと、うん、見たいか見たくないかだけ言って
見たい。なるほど。でも無理だ。違う違う違う、ちょっとだけだよ。いやいやいや、ほんと無理だってなさ。角田さん、なんで単独を先下ろしするなんて考えられないですから。考えられない。だってもう、ポッドキャストすごい聞いてるしね。いつでも聞けたら、なんでやるかっていうのは分かるでしょ。結局、長くなるだけだ。やるのに。早めにオッケー出してもいい。出しちゃってんだもん、だってもう。そうなのよ。かくちゃんは伸びてるよね。これは伸びるっていう。伸びてないよ。ダメになってるもん、どっちかさ。人としてダメになってる。すぐ諦めの方向に走るようになっちゃってんだから。伸びてない。ちょちょ。やらないよ。これはだって大変、もうキャー、これだってやったんでしょ稽古は。これ本当に伊勢さん止めてくんないと俺もうやばいよ。俺は本当に全然もう俺はもう本当に力がないと。うん、あと伊勢さん次第だよ本当に。もう知らないよ、止めて、本当止めた方がいいって。何委ねてんの。止めた方がいいよ俺もう。もう俺に無理なんだからもう。何年間無理だったの俺は。知ってるでしょ俺。じゃあ俺も無理だよそんな人。俺ちょっと前に山崎に前髪切られてんだから。そうだそうだ。そうだ。収録中だ。そうだよ。そうだ、切られてんの。長いっつって前髪重かったからね。重かった。前髪短いね。短い。でもさっぱりしたでしょ。さっぱりしてる。結果は短くしてせざるを得なかった。さっぱり。でもいい髪型になったと思わない。前よりもっさりしてる。まあ確かにね。先輩だよ、だって完全なる先輩が後輩に前髪切られてる。おかしいでしょ。すごいところが飯塚さんの度量の大きさ。違う違う、そういうことじゃない。いや本当そう、そういうことじゃない。後輩にも髪を切らせる男っていうと諦めでしょ。諦め。じゃあタイトルの方。いやいや、しつけしつけ。何その顔、何その顔。またその顔。ラジオで分かんないんだよこれ。スリーよ。あの圧迫感ね。無言のね。それでちょっと見に行こうかなって思う人もいるわけじゃない。終わり。触り？何よ。ちょっとやろうかなってなっちゃってるじゃん。何やるみたいな段階入っちゃってる。ほら。じゃあ一旦台本持ってくる。やるんや。やるんや。おかしいって絶対。何本かできてますけど。何本かできてますけど。人前でやれる段階で当然ないですから。でも 100% になってないでしょ、それは。全然ここから変わる。だからそこを見せてあげたいの。まあね、確かに未完成のものっていうのは、確かに貴重だよね。いや、貴重だよ、ほんまに。聞いてこのネタこうやから本番見に行きたいですか。いや、そうそうそう、この後どうなる、これがどうなる。敵山崎一人じゃないですか、これ。増えてんじゃん。何ですかこれ。何これなのよ。これ見なくな、見たくなっちゃう。見たくなっだから回り込む習性ない。なんか山崎の方に、そう、そっちが楽だみたいな。そう。でもカンニング竹山さんと飲んでる時そうするじゃない。あれはだって山崎さん全部正しいもん。助かった、矛先違う、助かった、今日違うって思えるもんね。そうですね。いやいや、一応ね、一応ね、一応ね、すごい貴重ですよ。なんかすごい、まだ綺麗だ。まだあんまり使ってない。使ってないね。いやだから俺らだって東京ゼロさんのライブには行くけど。いやだって俺一番楽しみにしてるじゃん。そうよ、ライブすごい好きなんだから。マジでこれ、本当にちょっとだけとか、そういうことでね。ライブ前にこういうところで初おろしなんて聞いたことないよ。そうですよね。うわ、なんだよ。まあでも3つぐらい笑いは欲しいですよね。なんとなく、なんとなく。そうやったら、ええ、結構ガガッとですけど。うちは前振り長いの知ってるじゃん。じゃあ、ずるい。こんな内容ですよ。言われてもみたいなとこはありますね。前振りだけ重ねてもね。ね、一番ラジオで。そう。ラジオ用に作って注文が増えてんじゃん。ラジオに向いてるやつ結構ちゃんとやれみたいになってんじゃん。イメージェン、イメージェン分かんないでしょ、ラジオじゃん。イメージェンの分かんない。フラさん気にしてくれるからね。確かに確かに。そうなってくるとちょっとね。これは大丈夫、待ってるから。大丈夫、いけんの。いやでもちょっとこれやばく全部やることになっちゃう。なんでこれ、えこれどれ。はい、じゃあ飯塚さん決めてよ。もう絶対やるじゃんこれ。あれだね、3人の顔が生き生きしてる。してないよ。これですよ、目覚ましってやつ。これしてない。目覚まさせられます。なんだよ。いや、これちょっと楽しみだな。楽しみだね。ね、
話になってきたよ。どこどこでやんの、いつかさん。これやんの？本当に？すごいな。何でやんのね。なんでこんな追い込まれてるの？なんでやんだよ本番も。すごいな。だってシングルを出してベストが出るみたいなさ、アルバムが出るみたいな感じはミュージシャンの方も。これでも。そうですね。シングルと捉えられる。まずシングル。何がシングルか。こいつマジ選んで。どういうのがいい？今の飯塚さんでしょ。え？選んだ曲か。だって、パッと見で、なんか衣装とか必要なもんとかあるから。それは却下でしょ、やっぱり。それはダメ。それは多分ダメ。それダメですよね、それは。これ服が。タイトル大丈夫ですはダメね。なんで言うの？ここは。どうせ発表しないから。これでくすぐられるよ、やっぱり。本当？タイトル大事。これはもう東京ゼロさんファンが聞いてたらもうすごいんじゃない？大丈夫ですか？いいんですかね？おーみたいな。いや、本当そうですよ。もう見に行くときに、もう、吉井としてはすごいよね。ね、何が大丈夫？大丈夫じゃないんだろうなと思って。いや、もう薄く分かっちゃってんじゃん。やっぱ余計じゃんよ。ダメじゃん。いや、これはじゃあできないよね。うん、できないし。でもかこれはまあまあまあ。これいける。いや、そう。企画会用意。ああ、ラジオっぽい。ラジオっぽい。いいね。ラジオっぽい。どれどれどれ。じゃあ、これこれいく？これですかね。企画会議行っちゃおうか、じゃあ。企画会議行っちゃおうか。マジで？すげえな。おかしいな。今度はショートコントのノリですもんね。なんかテレビでやったら。次、ボメだな。そうか。まだ誰も見たことない。11月の単独ライブ。すごいな、もう。何これ。これはすごいです。すごい。いや、これは絶対に、もう、楽しみで絶対見に行きますよ、皆さん。楽しみ。どこまでやればいいのじゃあ、それ判断してよ、ちょっと。全部やってもらって、最終的に編集するから。こっちで。誰なの、この人はね。何なの？何なんだよ。触りに来たの、宮崎さん。触りに来たの、宮崎さんがちゃんとやってくれる。本当？だから、もう、ポッドキャスト上は、触りしかもしかしたら流れないかもしれないけど、もうこっちで全部見たくなっちゃってるから。まあまあ、その気持ちよだな。ね。見たくなっちゃってるからって言われる。見たいよ、だって。東京ザさんだって、見に行くんだからね、みんな。みんな行くよ。行きますね。そうでしょ、みんな来てるでしょ。みんな行ってる。いや、まあまあ、そうでしょ、来てくれてる。ないよ、行かなかったことなんて。だから、その時見ればいいじゃん。いやだからそれを初めて見たいのよ。あなたの優越感っていうのは俺これ知ってんだよみたいな。確かに俺聞いたポッドキャストの人もすげえ優越感にしたけどね。ああ知ってる、これポッドキャスト聞いたやつだね。超嬉しいんだよ。あともう単独行った時に先に笑えるっていう。ああまずいでしょ。一番鬱陶しい。それがいいですよね。いいのよ。さあ行ってみようか。じゃあおおおすげえ。緊張すんな。普通にもうこれ座ったらできる感じの。できる。はい。はい。じゃあこう最初の工場なんか必要なの、なんか続きましてはみたいな。続きましては今じゃなんかスタートのきっかけなんかじゃ頂いた方がいい。急にですからね今回。今セットはじゃあとこれは会議室のセットで。そうですね。想像すれば。想像すれば。はい、会議室スーツです。スーツです。サラリーマンですね。3人板付きで。3人あ2人板付きですね。豊本豊本とか。はい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 、お願いします。平木さんやってみて。はい。デン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 、あのほらおしゃれな曲使うじゃん。ああ、デン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 。いつ始めないんですか。何なの。何それ。これで間違う。終わっちゃう。ってなるじゃん。意味わかんないじゃん。興奮しちゃってから。興奮しちゃってから。ね。どんどんほら上がってて。ちょっとやるのやんないの。何なの。今のままで。何なんだ。俺はできればやりたくないんだからね。ごめんね。これは本当に。ね。興奮しちゃってから。悪ふざけじゃないよ。全編悪ふざけでしょ。全編。でん、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 でん。ちゃんとまとめてきたか。はい。スタッフさん。お待たせしました。座ってください。今回新しく、商品開発部のチーフを務めることになりました豊本です。角田です。飯塚です。よろしく。今回我が社が新たに、商品開発を進めていきたいと考えているのが、ラーメンです。インスタントタイプのカップ麺になります。社内プレゼンまでさほど時間もありませんので早速取り掛かりましょう。はい。何かありますか。やはり他の商品とどう差別化を図るかがポイントとなってくると思います。そこで高級志向をテーマに取り組んではいかがでしょうか。ああ、確かにいいかもしれないな。競争も少ないし、うん、いいんじゃないですかね。まあ悪くはないが、できれば値段を上げたくないな。そうですよね。じゃあ今までにないオリジナルのスープを開発するというのはどうでしょう。
ああ、まあそこしかないだろうな。それ以外で差別化わかんのは難しいでしょう。そんなことないんじゃないか。そうですよね。もっといろんなとこに目を向けないと。ターゲットをどこに絞るかにもよりますけどね。そうだな。ここはやはり男性に、中でも働き盛りの30代にターゲットを絞るっていうのはいかがでしょうか。うん。それもいいが、やはり女性も取り込んでいった方が。そうなんですよね。そこ重要なんだよな。女性を取り込むなら、低カロリーのヘルシー路線がいいと思います。あ、じゃあ春雨なんていかがですか？今回ラーメンなんだよ。そこなんですよ。どうしようかな。ちょっといいかな。なんでしょう。もうさすがにいいっすか。さすがにいいっすか。あいつダメだよ、ね、あいつダメだよ、ね、ダメだよ、ね、よかった、いやよかった、ドキドキしたよ本当に、いやいやもうどんどん引き込まれていっちゃった、ね、入っちゃったよ本当ですか、ラジオ向きだった、ラジオドラマのような、いやこれは楽しみ、よかった、いや見せちゃったよこれこれは楽しみ、じゃあ山ちゃん1話から4話これがおかしい、なんでこっちでしょ、ちょ本当にうちらなんかくださいよ、これはちょっとこんなことないですよ、だって意味わかんねえよ、そこはしたくないよ、さあ、しました。何これ。東京ゼロ三のあの、はい、ネタは、うん、もう見たくてしょうがないね。会議ね。あの後ちょっといいかなみたいなところで。あの時さ、ね、すごい。これはね、あの聞いてるね、ポッドキャスト聞いてる方も、はい、もう絶対見たくなってると思うから。本当ですか。この流れで。はい。プレゼントとは一体何ですが、うん、告知の方お願いします。ああ。来月なんですけども、はい、11月13、14、15とですね、はい、草月ホールですね、うん、青山さん、青山の草月ホールというところで単独ライブを行います、はい、11月13、14が、18時開場、19時開演、うん、15日がですね17時半開演となっております、うん、チケットピアより、発売しておりますので、あ、もうしておりますか、はい、まだあれですか、チケットも若干あるんですか、残ってますか、はい、若干あります、残っております、今すぐ電話すればまだ取れる可能性あると、はい、これは楽しみですね、よろしくお願いします、お願いします、このネタ始まったら湧くね、いや分かれても困るんですよ、いやそうだろうね、分かれてもさ誰かが来たって言います、いやーまさかダメでしょう、師匠出ちゃってんじゃん、出たみたいな、出たり出た一番嫌だよね。やっぱりね、一番嫌だ。出ちゃうわそれ。さあ、本当もうね、こうやってしてる間にももう4時ですほとんど。はい。ありがとうございます。皆さんね、僕たちのラジオのために、はい、こうやって4時まで付き合ってくれて、本当にありがとう。本当ですよ。何より山崎さんが一番早いでしょ。そうなの。2時間も仕事です。マジで。あ、そうなんだ。6時20分。そろそろお開きにしないとね、はいはい、ナムちゃん次の仕事間に合うようになっちゃいますから、はいはい、ね、じゃあこの辺で今日はお疲れ様でしたということで、はい、さようなら、さようなら。